俺の友達で迫田って男がいて、はい、この男が今はなんか関西かなんかの支店長になっちゃったのかな、もともと東京にいた時に、はい、某旅行代理店結構有名な子だよ、はい、のスーパーバイザーとかやってたんだ。お、重要な仕事、重要な仕事なんだよ、やっぱり新しい宿泊先っていうのは、もう日進月歩でこう増やしていかなくちゃいけないって、ね、まあこの話自体がもう今から20年も前の話だからね、はい、いろんなその旅行雑誌だとかさ、そんなのがいっぱい出た頃だよね、ジャランとかあったじゃない。あ、はいはい、カオルなんかだって言っとりあそこに書いてたんだからね。あ、そうなんですね。そうそう、ライターさんって言ってましたもんね、それを自らの足で確認しに行くんだよって。ちょっと羨ましい。そうだから俺、ね、ほとんどね、1年のうちに5日か6日ぐらいしか家にいない。すごくね。それはそれでしんどそうっすね。しんどいよ、だって。ね、それだって変なこと言うんだろ、こいつ。会議、それまではね。はい。会議体験、じゃあお前し放題じゃねえかって。全然ねえよ、って言うんだよ。だからお前嘘つきだって言うの、俺のこと。こんな野郎と思って。どんなことするのって聞いたら。はい。まあいろんな世間の噂であるとかなんか、もうあるし、まあ当時はそんなにインターネットってもの時代がそこまで今みたいにはびこってはなかったから。その旅館だったり、ホテルなんかだったり、割とその老舗であればあるほど、そんな自分のところのこうホームページなんか持ってなかったみたいなね。今風のその新しい新進気鋭のなんか建物だったりとか、施設だったりなんかするとホームページであるとかなんかも持ってたんだけど、でも今みたいにもうまずは専用サイトからみたいな時代じゃないから、はい、だからその自分の足で、調べて、それで自分でそこに予約の電話を入れて、そこ行くんだよって。はい。例えば、チェックインの時間が、だいたい多分15時がだいたい平均でしょ、すると、その15時、あ、そうですか、何時にお着きになりますかって言うから、だいたい17時ですねって言うんだって。はい。17時ですねって言って言いながら15時に行くんだって、わざと。おー。その時の、その予定よりも早く来たっていう時の対応は大丈夫なのかであるとか、中井さんたちの、例えばこの身のこなしであるとか、服装であるとか、旅であるとかね、そういったもんだったり、その挨拶の仕方であるとか、例えばこっちでお客さん来てるのに、向こうでもって従業員同士がガチャ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 って雑談してるとか、全部その男が作ったフォーマットがあって、その専用紙のチェックリストがあって、そこにこう書いてくるんだって、こういうところがあった、ああいうのがあった。怖いよ、みんな覚えてた方がいいよ、これ。恐ろしい。抜き打ちですもんね。それで、その、まあ、食事であるとか、何とかがどうなのか、な特別高価なもんじゃなくても、ちゃんとその、手を入れてね、職人さんが作ったもんなのか、出来合わせのもんなのかって、俺分かるんだよって。だから、そういうのも全部チェックの対象になるし、やっぱり大事なのは風呂だしねって。布団だったり、布団も匂いかで、枕も匂い嗅いでやるんだって、中にはとんでもないとこもあるんだって。それで、ある日、はい、まあ、北関東某所にある一つの旅館に俺目つけたんだよ。で、そこへ行って、すごくちょっと、いい感じのところだったんだよな。だなんとか、ここをその宿泊先ということと思って、うちと提携しないかという話をしたいんだけども、その目線で行くともう向こうも構えるから、まずは一般客として行かなくちゃいけないから、いつもの大体その手段でその旅館に入ったんだって、はい。そうしたら見るところ見るところ、廊下を見ようが天井を見ようが、蜘蛛の巣、ほこり一つない、もう完全万全な状態なんだよ。で、中井さんたちも教育がきちっとできてる。スリッパもきちっと磨いてある。トイレも綺麗。全くもってこれ、全く問題のない。問題ないところか、もう旧大店とかじゃないね。これはってもう見本になるような建物だね。って思ってたんだよ。食事も良かったし、お酒も何種類かの中からこう選べるようにできてて。それが憎いのは、地元の地酒だけで教えるとかあるじゃない。はい。ね。はい。でも、こんな言い方悪いけど、地酒がうまいとは限らないわけだよ。確かに確かに。でしょ？はい。だから地酒を何種類か。その他、美味しい有名どころの、その他のところの地酒もちゃんとあるんだって。素晴らしいですね。それでその食事が終わったんだ。それで、とうとうそのお風呂なんだけども、ここがね、ポイントなんだよ。温泉は何時まで入れますかって聞く。はい。24時間大丈夫ですって、例えば言われたとするだろうって。お前だったら何時に行くって。いや、何時っていうか、だって、
ご飯食べてだろ、寝る前だから9時とか、でそうだろ、大概そうなんだよって、うん、俺はね夜中の2時に行くんだよなって、おいないだろう人、はい、うん、いないから、いないからこそなんかちょっとこう手薄になってたりするんだよって、そのまんま桶がバーンと投げてあったりとか、うん、タオルが忘れてあったりとか、そのまんまになってる、使い終わったタオルの中をこう覗いてごっそり溜まってたりしたらもうアウトだよなって、うん、そういうの見るんだよって、でその風呂場に行ったんだよ。俺そこでな、実はな、あることを再確認しちゃったんだよ。風呂場へ向かっていく途中の廊下をずっと歩いていく、誰もいないんだけども、もうみんな寝静まってるんだろうな。まあ季節も外れてたし、オフシーズンだったしね。決して人がたくさんその泊まるような週末でもなかったので、その廊下を大浴場と書かれた方へ向かってずっと歩いていくんだけども、あ、やっぱりだなってその時に思ったんだよ。はい。その旅館に着いた時から、すべてが旧大店、すべて OK、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 うん、もう言うことない。っていうことではあるんだけども、ずーっと誰かに見られた気がするんだよね。ああ、視線。うん。うん。ずーっと誰かが、しかもそれが、どっか遠いところからこう見てるんじゃなくて、俺のすぐそばにもう一人誰かがいて、だから、例えば俺がそのチェックリスト書いてるだろ？部屋で、ちゃぶ台の上でこう書いてると、思わず、おって見たくなるような、うん。そんなような、その人の気配、っていうのを強く感じるんだよって。なんだろうな。なんだろうな。薄っきめ悪いな。でもそれはこの部屋っていうことじゃないんだよな。玄関入った時からだし、うん、もう待合、いやーなんだろうなって思ってたんだけど、夜中になって、風呂へ行こうと思って廊下を歩き出した時に、その思いが顕著になったのよ。で、こう歩いてると、うん。で、後ろ振り向きたくなる。うん、振り向いても誰もいない。なんなわけねえんだよな。で、風呂場へ着く。脱衣所で浴衣を脱いで、式のカラ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 。中をこう開けるんだけど、人はいない。うん。うん、でも、キシーッとなってる。この周りも、床のそのタイルなんかもね、キシーッと掃除が行き届いてる。うん、桶はと思ってみると、木の桶が伏せた状態で、キシ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 これ、ぬるっとしたら、要は、桶自体は洗ってないって証拠なんだよ。はあ、だその人の汚れではなくて、はい、もうその苔、カビ、うんうんうん、みたいなんだよね。で、そんなことを始めたんだけどさ、って、いつもいつも思うよ。なんか、本当になんか人の洗いを探してるみたいで嫌だなと思うけど、まあこれも仕事だからなと思いながらやってんだ、うん、俺、いつもって。うん。まあ、体を、まあ汗もかいてるし、体を洗って、で頭を流してなんだけど、そのうちに突然だよ、突然その井戸のにうわーって一陣の風が入ってきたんだけど、その風がな、まるで北極から吹いてきたの風だよ。とってもじゃないけど、おー寒いっていう風になって、はい、とってもじゃないけどその場にはいられない、うん、おーやばいやばいやばいと思ったらこうあわわわって流して、うん、もう俺温泉に飛び込んだんだよって、うん、え、どっから吹いたんだ今の風と思って見るんだけど、とっくの窓も開いてねえんだよな。何だったんだろう今の寒いの冷たい風、何だったんだろうと思ってたら、うん、さっき俺が確認した木の桶がこう積んであるって言ったじゃない、確認こうきれいに積んであるわけで、うん、それがガーって崩れたんだよって、ぐっせん、そうなんです。うん。ああ。で、うわぁ、びっくり、え、なんで、誰が崩したんだって思うほど、はい、もう本当にもう自然に一個コロンと落ちるんじゃないんだよ。うん、全部がガラガラって散らばったんだよ。はぁ。で、うわぁと思って、なんだったんだろう、いや、でもさっきの勘違いでもなんでもない、間違いなく風が吹いたよなぁと思って、俺、こう、
風が吹いたよなと思って俺こう。そこよ。入ってんじゃないかな。あ、入ってないかマイクな。どうかな。ですね。いや、突然その、そっとじゃないんだぞお前。入ってる時に地震来ちゃったことある俺もねっていうのよ、うん、そんなんじゃねえんだってに入ってる時に地震来ちゃったことある俺もねっていうのよ、うん、そんなんじゃねえんだってまるで、その、全くこう揺れてないわけだから。ただ、お湯だけが、ザブン、ザブン、ザブン、ブーンって波立って、その、台場の方へ、お湯が、ザブンって行ったんだよ。そんなに、そのぐらい波だったんだ。で、俺、うわー気持ち悪いと思ったんだけど、はい。そしたらなんか、その、波立ったことによって、うわーっと湯気がこう、ってきて、はい、見る見る間にこうもわーって息が立ったんだよ、うん、そしたらそれがだんだんこう静かになってくんだろ静かになってきたと同時にそのわーっと霞んでるその湯気の向こう側からこっちに向かって何かがスーッと血がついてくる感じがすんだよって、うん、で なんだろうなんか近づいてきたと思ってたらそのスーッと近づいてきたものが姿ははっきり見えないんだけどはっきりした声でおばあちゃんだったよ。おばあちゃんの声で。ここはいいお湯が出るねって聞こえたんだよな。おぉ、まあ、残念だけどね。本当に残念だけど、そこが、そのうちのね、リストのことがなかったなーって。ああ、うん。無理だね、さすがにそれはね。まあそうですね。でもね、俺思うんだけどさ、はい、そこ、顕著なその現象が起きてしまうっていうのは、うん、他の人が止まったって起きることじゃないと思うんだよな。ああ、だって潰れちゃうよそんなんじゃ。そうですね。うん、相性が良かったのか悪かったのかっていう。ねえ、ね。でも逆なこと言うとなんか、うん、いやそこで古い湯治場もともと古い湯治場だったところらしいんだけど、まあそこにはもともとそれを開拓してご先祖さんっていうのがいるわけでしょ。はい。なんかそういったリストアップされたくなかったのかな。ああ、なるほど、なるほど。静かにもうしておいてほしいっていう、ね、うんうん。だってそのおばあちゃんが桶を倒したっていうのも考えにくいですもんね。そうだね。わーみたいにして、うん。怖いね。ねえ。ボディープレスかなんかで。こんなんなったのか。だから、志村さんの色。まあ、お湯場だからね、なってくると思うよ。うん、そうですね、うん。エネルギーも高いでしょうし。うん、それでも、携帯がガラケーながらも、まあ、i モード出始めた頃かな。時代背景的にはちょうどその頃のことなんだけど、はい。俺の仲間で中今って、これ、まあ、名字からわかる通り、沖縄出身の男なんだけどね、うんうん、東京で手広く不動産業をやってる男で、はい。主にやってる、取り扱ってるものっていうのは、本当にお金持ち相手の、ものすごく高級なその地方住宅であったりとか、うん、今でいうところのタワーマンション、あの、オークションとか言ったけど、昔はね、うんうんうん、そんなもんであったりとか、ウォーターフロントのなんとかとかね、はい。うん、そんなのばっかり扱ってるいやらしい男なんだ。って、この男が、はい、ある日俺のところに電話かけてきて、うん、ちょっと今から行っていいって言ったら、いいよ。なんか美味しいもんお土産くれんのって言ったら、
お土産なかったら行っちゃダメなのって言うから、いや、そうじゃないけどよって。お前さ、だって大概なんか変な話じゃん、お前来るときって言ったの、うん、俺。はい。だってね、完全この男人勘違いしてて、うん、いや、今回さ、ちょっとなんかある物件を俺買い取るんだけどね、うん、縦壺が120坪だよねって言うんだよ。ほう。縦壺120坪だよ。だけど、なんかね、そこで、年老いたね、夫婦が、差し合ってなんか、心中したみたいな話なんだよなって。だからちょっと、練習してほしいんだけど、とか言ってくんだよ。出た。バカじゃねえの。お前わかんねえね。お前何回も言ってるじゃん。だから俺はそういう霊視なんかできないし、する気もないし、うん、そんなものを斡旋もしないし、俺はね、うんうん。うん。だからもうそういうのはもう何とかさんに頼んでくれよ、わかってみて。って言ってたの。はい。そんなんじゃねえだろうな。って言ったら、まあ、うん、違う。うん。じゃあ、行くよ、とりあえず、つって、来たんだよ。はい。いや、俺さ、普段ほら、そういう物件、いろいろな、割とこう、高価な物件、扱ってるじゃん。うん、いや、それ知ってるよ、って。いや、それがたまたまね、その、俺の、まあ、知り合いで、その、アパートなんかの買い取り、古くなったアパートを、土地ごと買い取って、さら地にして、そこに新しいビルを建てましょうであるとか、新しい今風のなんかちょっとこう、メゾネットみたいな感じのさ、建物建てましょうとか、そういうやつがいるんだよって。そいつからちょっと委託されてね、まあ、都内杉並区にある一軒のアパートなんだけどもさ、古いんだよ、もう築60年ぐらい経つようなアパートなんだけども、地べたごとどうにかしたいっていうことなんだよって。それで、今その建物はね、まだ残ってんだよ。残ってるんだけど、それをな、どうにか売れねえかなと思ってたらさ、まあ、たまたまその青年実業家ってのなんかその若いね、なんか小生意気な男だったけどもさ、そんなのに巡り合って、場所的にはいいし、立地もいいので、ぜひ欲しいとは思いますよ。ただ、中山さん、僕、ちょっと、下調べしました、あの土地。なんか、あのアパートって、幽霊が出るそうじゃないですか。おぉ。はっちゃーと思ったんだよ、俺。ってそこ気づいたかと思ったんだよな、って。うん、じゃあ、待って、お前、本当に出るとこなのってさ、いや、うん、もう周りでも結構有名で、うん、2階の、なんか一番手前の部屋に、あの、女の幽霊が出るって言うんだよ。それで、いやそれでね、まあその青年実業家ってのはさ、いや僕は決してそういったそのものを信じるわけじゃないですよと、信じるわけじゃないけども、でも商売をする上で僕が今まで成功してきた一つのルールがあるんですと、それは弦を担ぐことだと、ね、その弦の悪いものには手を出さないし、弦の悪いこともしないし、やっぱりその常にそういったものをこう、自分の中では重んじてきたんです。でも、勘違いしないでもらいたいのは、決して僕は迷信深いわけじゃないし、ってなんか語り出したんだよ、めんどくせえこと。うんうんうん、いや、どうされますかって、まあ、正直言いますけど、場所が場所なので、すぐ売れますよ、これは。って。俺、思わずこう言ったんだよって、はい。そしたら、いや、だから中山さん、僕、買ってもいいよって言ってるじゃないですか。その代わり一つ、条件があります。そこのアパートに、その幽霊が出るっていう部屋に本当に幽霊が出るのか、うん、本当に幽霊が出るということはそこで何かそういった良くないことが起こったということなので、それはもう弦を担ぐ僕としてはもう手を出したくない、うん、でも何も出ないということなんであれば、まあ今この東京都内どこを見たって戦争でも震災でもたくさん人は亡くなってるわけだから、うん、だからそんなことはいちいち気にしませんよと、うん、だけども幽霊が出るということになるとこれ話は別なので、中山さんが実際にそこに行って一晩泊まって何か怪しいことがあるのかないのかを確認していってくれと。一泊検証してこいって。それで本当に何もないんであれば、うん、僕はもう当日にでもお金は渡しますよって、はあ、いうことになったんだよ。地べた付きで売れることになったんだよ。はあ、おそらくよかったじゃん。うん。いや、本当にお前にはね、申し訳ないと思ってるよ。何が？いや、本当に面目ないなと思ってる。うん。怖い。まあ、こんな俺でも友達でいてくれて、ありがとう。何ブツブツ言ってんだよ。なんだよ、お前は。どうしたんだ？
や、一緒に行ってほしいな、と思って。まあ、そういうことでしょうね。お前と俺二人でって言ったら、いやいや、うちのスタッフをもう一人連れていくので、そいつも車好きだからさ。だから、三人でなんかコンビニでなんか買い込んで、部屋の中で、あれじゃね、一晩朝明るくなるまで、ちょっとバカ話でもしてれば、いいじゃね。だから、頼めよ、それで。まあ、こういう場合のお前、俺ギャラもらうからな、お前。よかったら、よかったら、よかったら、つって。まあでも、三人いればね。ね。まあ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 。別にその廃墟に入って、もうガタガタにこんななんてら廃墟に入っていくわけじゃないからさ。うんうん、で、行ったさ。はい。思った以上にね、全然綺麗なんだよ。うん、おー。ここ綺麗じゃん。これ中今あれだぞって、実はこういうのが、割と楽しいっていう時代来るぞ、お前って。うん、ね。こういうとこに住みたいっていうね、奴らが出てくる時代来るぞって、俺言ったんだよ。おーおーおー、まあ、未来を予見してるじゃないですか。なんバカだな、まあ、いねえよこんな汚ねえボロアパート住みたいやつなんて言ってやつはそう言ってたんだけど、はい、でこう共同玄関だからね、うんうん、こう観音開きってみんななってるようなさとかガチャイーってすごい音するんだよ、うんうんうん、イーって言うのほらほらほらもうこれすっごいいい音するじゃんガチャンガガンガタンガタンってなんかまるでやびこするみたいなさで閉めてこれ、その、左手のところに、こう、階段が、こう、階段があるんで、うん、木の階段だよ。それ、一歩一歩、こう、奴が先になって、登り始めた。すごいんだから、音が。いろんなとこからホラーな音がしますね。三人が登り始めたら、はい、突然、そこの一番近いところの部屋がガチャッと開いて、若い女の子一人、ぴょんって顔出したのさ。うわぁ、びっくりしたって言ったら、うん、あ、ごめんなさい。何してるんですかって言うから、うん、あ、ごめんなさい、ごめんなさい。いや、なんでもない、なんでもないです。気にしないでください。この不動産関係の人間ですから。ってあ、そうですか、よかった。びっくりしたって。もう何かと思ったってちょっと入ってったんだよ。うん、だバカだな、中山。お前、人、住んでんなら住んでって言えや、お前。びっくりしたじゃないかよ。悪い悪い悪い。って言いながら、上上がってって、うん、手前の部屋入って。裸電球1個しかないからね。はい、うん。で、それ、ガジってひねって、電気つけてさ、なんか車の話したり、なんかくったらない話したりしてたよな、仮面ライダーの話したりね。なんもないんだよ。なんもない。たまになんか、僕でキシッとかミシッとか言ったりするし、はい。なんか下の廊下をスッパ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 って、スリッパで歩く音するけど、うん、人がいるんだから、普通に当たり前じゃない。なんかトイレ。トイレも共同だから。うん、うん。そんな通り行ったり来たりすることはするわけだよ。うん。で、そうしてるうちに、ちょっと、少し寝ていいって言ったら、いや、ダメだって、もうすぐもう火開けるから、もう明るくなるから、って。こう窓を見てみたら、なんとなく明るくなっちゃうぞ、って。そしたら、奴がいきなり、うん。はぁ？って、何か思い出したみたいに、うん。いや、帰ろう。もう、なんとなく、明るくなってきてるし、もう、5時半だし、もういいだろう。とりあえず6時ぐらいかまでと思ってたけど、うん、帰ろう帰ろう帰ろうって。いきなりこのこと言い出して、うん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 、帰るって帰ったのよ、はあ。で、その何日か後に、中山から俺のとこにメールがあって、はい、中村、この間ありがとう。残念ながら、あそこの取引は中止になったよ。これだけ来たんだよ。ああと思って、はい、なんだよお前、まるまる一日お前時間な一晩費やしたのにと思って、うん、電話したんだよね。はい、電話出ないさ、うん。なんだろうと思って、自宅に電話したら奥さんが出て、うん、で、中村です。ああ、お久しぶりですって言うんだよね。はい、中山って言ったら、はあ、今ちょっと仕事休んでおりまして、自宅で療養しておりまして、って言うんだよ。はあ、じゃあ、やついるんですねって言ったら、いますいますって。今からじゃあ行っても大丈夫ですかねって言ったら、あ、うん、全然喜ぶと思いますんで、言われたんで、行ったさ。うんうんうん、ピンポンとしたら奥さん出てきたんで、すいません、本当にちょっとお見舞い持ってきましたけど、って言って、果物のカゴを渡してさ。はいはいはい。それで、あ、どうぞ、リビングに通してくれたの。今、来ますので。で、こう、そばに座りながら、なんだろうな、何がどう具合悪いんだろうな、と思ってて、う
ん？って何気なく机の端っこ見たら、こんな書類の束があって、ボンって閉じられた束があって、はい、そこに、例のその杉並区何々、あの例の何々層売買契約書みたいなのが、うん、書類がポンと置いたのさ。だから、おーっと思って、これは俺にも見る権利があるだろうって。変わってますからね。うん、おっとってこうめくってとか見たよ。うん、そしたら、建物の、現況って書いてあるさ。ね、はい。その現在の状況って書いてあるな。うん、まあ、例えば、何坪、敷地何坪、建坪が何坪の、まあ、7平米の。で、ガス、水道、電気、すべて現状、遮断って書いてあるんだよ。うん。ね、うん、平成何年、何月より。大体その時、その時点よりも3年前だったね。あ、うん、より、居住者なしだよ、ね。はあ。と思って。はい。なんだこれと思って見てたわけよ。いや、この住所、間違いない。これ、この間行ったらそうだよなと思って。そしたら、ガチャッと開いて、俺なんか入ってきたさ。見たか、それ。とか。見たか、それって。いや、今俺、ごめんな。勝手にちょっと見てたんだけど。え、どういうことやった？いや、そういうことなんだ、うん。俺勘違いしててな。あの部屋だった。幽霊が出るって噂だったのって。俺、実はあの日、朝方な、ふっとあることを思い出したのよって。はい。そういえば、いつその建物解体しても大丈夫な状態になってます。ただ、その、何らかの形でもって内覧可能なように、電気だけは通してある状態にしてあります。はあ、って俺、言われてたの思い出したんだよ、って朝方。じゃあさっきからずーっと一回ペタペタ歩き回ってるのと、さっき顔出した女の子って、でも、二回っていう話だったのになぁ、と思って、うん、俺その日帰ってきたら具悪くなって倒れちってさ、って。はあ。俺、そのことをその仲介に入ってる人間に確認したら、はい、違うんです、違うんです。例の自殺があって、なおかつ幽霊が出るって噂があるのは階段のすぐ近くのところの部屋ですよって。ああ、もうまさにそうなんですね。そう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 。うわ、じゃあ一晩何もなかったじゃなくて、うん、初っ端から。初っ端からあった。いきなりあったんですね。髪の毛を後ろでこうキュッと、ポニーテールじゃないけど、後ろで縛ってる女の子と、うん、俺その縛ってる女の子の髪のこのゴムの色まで覚えてるの。黄緑色のゴムで止めてる。へぇー。こう、顎もこうキュッと尖った感じのね、うん、女の子ね、うん。がっつりで、ゴッて出てたんですね。がっつり。だから結局それを言うしかなくて、買うって言ってた人に、はい。出ちゃいましたって。あ、そうですか。じゃあなしでって。あ、2012年かな、うん、震災の翌年。うん。ネトラジをまだやってた頃だからね。おう、うん、当時はその SNS をやってるとすると、うん、アメーバ、ミキシー、それからその1年ぐらい前に始まったツイッター。はい。うん。2010年からだったかな、あれはね。俺ツイッター始めた頃ね、はい、誰もいなかったんだよ。ユーザー。あ、そうなんですね。そう。なんだこうと思って。え、何その、文字数決まってんのこれって。ああ、もうとにかく毎日つぶやいてたよ、いろんなこと。へえ。うん。でも、誰も何のリプもない。しかも、誰のつぶやいても上がってこない。ああ、なんだこれ、と思って。ああ、ああ、それがこんなになっちゃったもんね。ね、今すごいですね。うん、そうだよ。まあ、そんなところだったんだよね。はい。で、俺のその、ミクシーの方のダイレクトメッセージに、うん、ある、女性からメッセージが来たのさ。はい。で、その女性っていうのが、有名なホラー雑誌。うん、今は期刊になっちゃったのかな。当時は月刊だったと思うんだけども、はい、そのホラー雑誌で絵を描いてらっしゃる先生で、もうすっごい素敵な絵を描く先生で、はい、もちろんその名前知ってたもんね、俺。うんうんうん、漫画家さんで。漫画家さん、漫画家さん。漫画家さんで。うん、はいはい、で、と思って、うん、あれなんだろうって読んでったら、うん、ファンキーさん、私のこのメッセージちゃんと言ってますよねって書いてある。おお。いや、もちろんいただいてますよ。返事する。はい。だったら、私ちょっとファンキーさんにお願いしたいことがあるんです。うん、今から、ある、その私の体験談を、ここに
書きます。書きますっていうか、ペーストしますと。はい。それは以前、あることに使った文章をそっくり今ここに掲載します。うん、なので、それを一旦最初から最後まで読んでいただいて、読み終わったら、その旨、ここにメッセージくださいって。ね、返事くださいって。はい。で、あ、わかりました、とか。ドーッと来なかったな、長いのがね。うん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 、おー、来たーと思って、それをこう読んでったのよ。はい。その内容っていうのが、はい。なんとも奇てれずなね、気味の悪い話だったんだよ。その先生が、その頃、その、やってらした、その、作品の書き方っていうのは、自分でその、考えた内容とかではなくて、読者の人たちから寄せられた体験談を、ゲリラ化するっていう、ゲリラに起こすっていう、そういう手法だったんだよね。じゃあ、その体験談はどこに届くのって言ったら、編集部に届くじゃない。と、その編集部の方で、その、精査して、ね、その、全部ちゃんと読んでるんだよね、あれ。これ、すごいなと思うんだけど、もうたくさんその、届くものももちろん、もうその頃はメールも当たり前になってたので、メールで届く場合、それから、書簡で届く場合なんかもあるわけだよ。で、でもやっぱり書簡で届くことが多かったって言ってたから、で、それを封を開けて、それ、もう一つ全部読むんだって。すると、最終的に、その、まあ、選考過程に上がったものをこう、じゃ、ちょっとこれを候補に、これを候補にって、いくつも候補が上がってくるわけだ。うん、で、その、ごそっと候補になったものをひとまとめにして、はい、その漫画家の先生のところに送られてきて、うん、そこからは、要は、インスピレーションの問題だから、作家さんのね、だから、その漫画家さんがそれをこう読んで、はい、実際に読んで、あ、この話は私、これ、ちょっとこれ書いてみたいわ、と思ったものを書くんだって。うん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 。面白い仕事だよね、そのね。ね、面白いですね。うん。で、その時に、編集部の方から連絡が来て、あ、先生お疲れ様ですって、この度の選考文をそちらに郵送しましたので、よろしくお願いします。あ、わかりましたって言ってたんだって。はい。それでそれが届いて、実際にそれをこう、読んでってみたと。うん、そしたら、あ、うん、まあまあ、どこにでもあるような、っていう、まあ言い方も悪いけどもね。まあ、おざなりな幽霊話から、何かちょっとこう、たたり呪い系の話があったりとか、動物系の話があったりとか、いろんなその話があるんだけども、うん、そうしてるうちに、その先生の中で、あ、ちょっとこの話面白いなと思う話があったので、それをまずこう、まず避けたんだって。はい。それで、そのさらにこう、どんどん読み進んでったら、うん、その中の一つにね、ファンキーさんは私ね、あんな文章初めて見たんだけど、開業も句点も句読点もなくて、はい、ずっと続いて書かれてるんだって。しかもその文字も、はい、もう何とも読みづらい特徴のある文字で、うん、で、それをこう、ずら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 って何かのその体験談のような、うん、がものがそれ書かれてるんだけども、何度読んでも頭に入らないんだって。ああ。どうしたんだろう、私。なんでだろう、こんなこと初めてなのに。はい。どうしてこんなにね、その文章を咀嚼できないんだろう。ああ、まあ、いいわいいわいいわ、ちょっと、これ、こっち置いとこうって。他避けて、うん、他のものも読んでってみたら最終的に、まあ何作かの候補が出て。そこでそれはどうしようからの、じゃあ今回はこれに決めようって。決めたある一人の体験談があったらしい。はい。それを書くことに決めたんだと。うん、っていうことは、残りの体験談はせっかく寄せていただいたけども、うん、この度私は選ばなかった。もしかしたら他の先生が選ぶかもしれないし。うんうん、っていうことで、その編集部の方に送り返さなくちゃいけないと。はあ。それで、そのさっきの変な手紙も含めて、うん、全部こう、きちっとそれ忘れ物がないか確認して、ひとまとめにして、編集部の方に送り返したと。はい。で、私、その、自分が選んだものをゲリラ化するためにも書き始めたんですよね。はい。それで、そのことを、編集部の方にも連絡をもちろんしなきゃならないわけでしょ。はい。ちょっと話前後するけどさ。うん。それで、あ、私ですって、あ、お疲れ様ですって。どうでしたか先生、なんかいいのはありましたか。あ、今ね、ちょっと、わ、これは書いてみたいなと思うのがあったので、それを書き、うん、始めようかなと思ってるんだけども、ちょっとね、私、あなたに聞きたいことがあるんだけども、
いつもちゃんと目を通してもらってんだよね。おいやいや、もちろんですよって。だって、もっともっとたくさんのものが届いててね、うん、目を通して、その中から先行したものを先生のところに送ったわけですから。そうだよね。うん、私ね、この度一緒に送り返してはいるから、ぜひ確認してもらいたいんだけども、うん、一つだけね、どうしても私は納得いかないものがあったのよね。うん、確かに確かに。それどういうことですかって、どういうふうに納得いかないんですかねって言ったら、いや、その、開業もしてない、ことでもない。いや、そんなものは先生入ってないですよ。いや、入ってないじゃなくて、入ってたから言ってんの、私って。はい、ね。決してこういう、その変な虫問答してもしょうがないけども、うんうん、それをね、その、何度、頭から読み返して、読み返して、読み返して、私10回も読み返してあげて。でも、全然頭に入んないんだよね。どれ何なのかなって。お願いだから、もうちょっと、ああいうのは弾いてねって。うん、おー、そうですか、わかりました。じゃあ、一旦はこう、あれかな、跳ねたものが入っちゃったのかもしれないですね。と、わかりました。って言ってた。はい。その次の日あたりには、もう、その、送り返したものが届いてるはずなので、うん、他の打ち合わせもあって、その編集部に電話を入れたときに、あ、そういえばどう？私が言ったやつ、あった？って言った。いや、ないですよ。あ、ない？いやいや、そんなわけないでしょ。って私、全部確認して、もう一つもその入れ漏れがないように確認してそちらに送り返したんだから、うん、その時にちゃんと、あ、これもそうだと、これも返さないとと思って、私確認してんだよって。一番上に入れたはずよって。いや、ないです、ないです。そんなおかしなって言ったら、ないですよ、先生って。おかしいなって言って、はい、正直言ってここまで聞いたって気持ち悪いじゃない、うん、気持ち悪いです。それで、わかったわかった。まあいいわ。とにかく作品仕上げちゃうからね。あ、お願いします。って言って、その作品を仕上げたんだと。はい。で、その先生いつもね、その仕上げた作品をどうやって編集部に送るかっていうと、うん、万が一汚されたりなくされたりしたら終わりでしょ、うん、だから、うん、その先生自分で届けるんだって。ああ。うん。で、その銀座の方にあるその編集部にね、届けなくちゃいけないんだけども、はい。私ね、実は極端に車酔いする人なのね。うん。だから普段車は本当に使わない、まあ乗らないし、うん、だからいつも電車を使ってるんだよって。あ、うん、はい。それでその日もその電車に乗って、編集部に向かって行ったんだけども、うん、私ね、こんなこと初めてなんだけど、その電車に乗ってる最中に気持ち悪くなって気持ち悪くなって、あ、電車に乗ったのなんて私初めてなんだよねって。でももう本当に、うん、危ない感じになっちゃって、もうすぐ降りないとと思ったので、うん、もうとにかく次の駅で降りよう、降りたところは四ツ谷だったのって。はい。で、とにかく外の空気吸いたい。もうとにかく上に上がろうと思って、上に上がって、うん、はぁーって深呼吸した途端、スーッと気持ちも楽になったんだよね。あ、よかった。でもあのまんま、ね、昼間酔っ払いでもないのに、電車の中でね、やっちゃうわけいかないから、うん、はい、ああ、よかったよかったと思ってて、さてどうしようって、うん。また電車に乗ったらまた同じことが起きるかもしれないし、今日は何時までに届けるって言ってあるわけだから、うん、どうしようかな。ちょっと怖いけどタクシーで行こうかなって、まあ、こっからならそんな距離でもないと言えばないけども、あるといえばあるし、なあ、どうしようかなって思ってたら、うん、向こうからすると一台タクシーが来たので、思わず私それに向かって手を挙げたんだよね。この私がタクシーに乗ろうなんて思うこと自体がすごく不思議なんだよね。ああ、なるほど。それでそのタクシーに乗り込んでみたら、はい。はい、いらっしゃい、どちらまでって言われた、その運転手さんが、すごいお年寄りだったんだって。と思うぐらいの年配の方で、はい。ああ、まあ、っていうことはでもプロっていうことなんだから、安心しようと思って、すいません、銀座の何丁目までお願いします。はい、わかりました。ピッと走り出すわけでしょ、はい、ところが走り出しても具合悪くはならないらしい、ね、うんうん、でこう外の風景見たり前見たりこうしてたんだけど、うん、その運転手さんが、うん、今日はいい天気で良かったですねって、え、あ、はい、そうですね、銀座はお仕事か何かですか、あ、そうなんです、仕事でちょっと向かなくちゃいけなくて、って、ああ、そうですか。ああ、
この辺りもね、随分と道がきちっとこう整備されて、ねえ、もう私が若い頃どころか、私は東京都内で生まれたからね。だからこの辺りは本当に戦争の時はひどかったんですよって、いきなりそんな話をし始めたんで。はい。ああ、この辺のお生まれなんですかって、もう、今東京都内なんて言いますけどね。まあその頃はその東京といえば東京ですよ。ね。うん、ここで生まれて育ってね。まあ、戦争でも本当にひどい目に遭ったけどもね。この界隈はね、特にその私が生まれた界隈はね、本当に食べるものがなかったんです。ね。今でこそその東京に来れば何でもあるし、美味しいものだってたくさんあるでしょ。でもあの頃はね、郊外に住んでる人の方がずっと豊かだったんだ。ね。だって畑があるでしょ？海行きゃ魚が取れる、川でも魚が取れる。東京都内何にもあれしないんだから。流通が止まっちゃうんだからね。本当に何もないわけですよ。みんな芋をふかしたり蒸したりしてね、そんなもの食べてた。今でこそさつまいもだ、じゃがいもだって、いや、ありがたく食べるけども、あの頃のあなたさつまいもなんて言ったらもう見るのも嫌だって、そんなような状態ですよ。ああ、そうなんですね。そうですよね。考えたら、そっかそっか。山間部の方が畑があったりね。そうですよね。そう思ってたんだって。うん、そしたら突然ね、はい、その運転手さんが、そんな時だったね。私の兄がね、おかしくなったんだって、うん。おかしくなったっていうのは、うん。突然苦しみ出したりね、跳ね回ったりね、なんだか尋常じゃないんだよね。それでね、うちの母親が、その兄を連れてね、私も一緒にね、町外れの方にある拝み屋さんへ行くことになったんだって。と思って。これ私のなんか好きな話になってきた。そういう状況なんですか？なんかその、どっかの病気とかっていうことじゃなくて、ああ、そうじゃないんだな。何かもう本当にその神仏のね、何かが作用してるんじゃないかっていう見立てだったんだろう、きっとね、周りはね。それでその拝み屋さんに行くことになったんだけどね。その拝み屋さんっていうのが、もうよく当たるんで、有名な人だったんだよ。女の人だったけどね。うん、玄関先へ行ってガラガラっと開けて、こんにちは。ってこう声を通した途端、その先生中から出て、うちの兄の顔を見た途端で、あれあんたなんてひどい猫食べたのかいってこう言ったんですよ。猫？猫って普通にいるあの猫？そうそう、猫、猫だね。だって肉がないんだもん、とにかくね。肉がないんだ。だから、もうこんなこと言っちゃう語弊があるけども、猫だって犬だって食べたんだ、あの頃は。それをね、だけどね、その猫は、やっぱり猫は食べちゃいけないんだね。猫を食べると触るんだ。だから、しかもなんか、その、火を通すと泡が立つとかね、いろんな、その、いろんなこと言うよ。でもね、その兄はね、そう言われて、私も、うちの母もびっくりしたんだけども、私たちに隠れてね、猫を殺して食べたんだね。って思いましたよ、私。私猫大好きだし、うんうんうん。なんて話なの、これって。それで、それからね、三日三晩拝んでもらって、なんとかなるにはなったんだけどもね。はい、もう、本当に、そんなひどい時代でしたよ。あの頃はね。いや、今日はいい天気だ。いい終戦記念日だ。ってこう言われて、はっ！って私気づいたの。あ、そうか、今日終戦の日なんだ。そうなんだ。と思ってるところへ、はい、着きました。この辺りでいいかなって言われたんで、ああ、ありがとうございますってお金払って、私降りたんだけどね。はい。降りて私、そこで初めて気づいたの。うん。あ、私この話知ってるって。今、運転手さんが話してた話、知ってる知ってる、なんで知ってるんだろうって、よくよく考えてみたらね、編集部から送られてきた体験談の中にあった、どうにも頭に入んない、あの話。ああ
れだったのよ。ああ、あれだと思ったとなおってザワザワっとして、はい、今の運転手さんが送ってきた。いや、そんなわけない。あんなね、まああんなって言っちゃいけないけども、高齢の方がね、うん、高齢の方が書くような文字じゃなかったし、どういうことなんだろう、これ。でも、間違いない、間違いない。一語一句間違いなく私知ってる、この話って。うん。うわぁ、デジャブとかそういうんじゃない。ちゃんと文字で読んで、私の記憶に入ってるんだから、あ、なんなんだろうなぁ、って私ずっと思ってたんだよね。はい。それからしばらくした頃に、ほら、いろんな特集があったりするじゃない？例えばその芸能人の怖い話だったりとか、はい、病院関係のね、医療従事者の怖い話とか、まあ、いろんなのがあるじゃない、はい、そんなその特集の中で、漫画家さんの怖い話っていう特集を組むことになったのよ。はははは。それで、ああ、じゃあちょっと私も寄稿してみようかなと思う中で、うん、その例のね、その猫食べちゃったってその話が、私その時のことがどうにも不思議で自分の中でどうしても上手に咀嚼できないでいるんだけども、ちょっと文字にしてみようと思って、それをまずはワードでバーッと起こして、プリントアウトして、書簡にして、私その編集部に送ったんだよね。うん、で、普通であれば、先生ありがとうございましたって、この度のちょっと面白いですね。ぜひ使わせていただきますとか、先生この度ちょっと弱いですねとかってそんなことは言ってきてくれるかなと思ったんだけど、うん、何日経っても、運でもなければ済んでもないんだよって、編集部から。こんな失礼なのないでしょって。はい、それで私、その編集部に連絡を入れて、うん、どうでしたか私の話って言ったら、何がですかって、うん。いや、何がじゃなくて、私、体験談、そこそこの枚数で送ったと思うんだけど。先生の体験談ですか？今回の特集もですか、うん、そうよ。届いてるでしょ？いえ、届いてないです。いや、ちょっと確認して。いろんなスタッフもいるでしょ？私の名前でちゃんと送ってるはずだから確認してよって言うんだけど、どう見ても、来てない。来てない。じゃあ、うん、もう一回ちょっと私、同じものをね、紙にして送るから、それも届かない。うん。それじゃあって言って、じゃあそのワードで起こしたものを、じゃあ、添付して、うん、これをじゃあメールで送ります。はいはいはい。それも届かないんだよって。データでも届かない。届かない。それで結局、うん、この話が、その時に起用されることはなかったの、結果的に。ああ。でも、どうってファンキーさんのところに、これ言ってるよねって、読めてるよねって。ああ、はあ、はあ。だから私は文字にしてあるし、はい、こういう体験があるし、こういうことがあったんだよっていう証人になってもらいたいって、ファンキーさんに。うん。うん。だからその時に俺その場にいたわけじゃないから、そういう証人にはなれないけども、でも、その文字としてちゃんと僕読めましたよって、うん、あ、よかった。じゃあこれあなたにあげるわって言われて。ああ。うん。それでもうそれを文字にもさせていただいたし、はい。こうやってこう話でもねさせてもらってるんだけど、うん、お大好きなんだよねこの話、うんうんうん、こう幽霊が出てくる話じゃないし、はい、これといったホラーな要素があるわけじゃないんだよね、うんうん、確かに。でも、うん、これはまさしく怪談だからね。そうですね。そう、本当に気持ち悪いし、なんかシステムエラーっぽい、でも世の中に偶然はないからみたいなんで、うんうん、どうやって自分の腑に落としていけばいいのかわからない話なんですよね。そうなんだよ。すっごいミステリアスなんだよね。ねえ、ね。そう、うん。地下鉄で寄ったっていうのも、うん、地下鉄を降りさせて、うん、で、上に上がったところにタクシーがスッと来てって、うん、その車乗れよみたいな捉え方もね、うん、してもやっぱ面白いでしょうし、うんうん。そうそうそう。本当にね、これ不思議なんですよね。うん。まあ、俺がその、文字にしたものをその本にしたときに、うん、この先生自身がご覧になってくれて、はい、で、ファンキーさんありがとうって読まさせてもらったわって、うん、おかしな脚色も何にもなしでね、うん、うん、よかったよかったって言ってくれて、あ、うん、あよかった、ご本人の確認取れたと思って、うん、そうですね、そうなんだけど、これをだからなんかちょっと脚色してドラマにするとすれば、はい、その時に来たタクシーをちょっと古い車でタクシー作りたいよね。ああ、いいですね。ね、はい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 。うん、なんかな、その、ちょっと一瞬、なんていうの、うん、その、昔のまた砂利道だった頃の都内の風景をこうオーバーラップさせてみたりとかね、うんうんうん、瞬間的にね、パパって。ああ、いいですね。うん、いやー。
そうなんですよね、うん。だからこれ、実話だからこその、オチのつかない、うん、意味がわからないっていう。そう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 。うん、まあ、そんな話でございました。過去のライブ配信も見てください。見てね。うん、見ろし。前にも聞いたかもわかんないんだけど、パルチケンって麻雀はやらない人って。麻雀やらないですね。ドンジャラもやったことないです。ドンジャラだ。はい。で、麻雀牌が綺麗だなっていう感覚はあります。うん、うん。はい。その程度です。あれ、一時を金貸してくれって言って行きたい奴がいて、そいつが、これ、その代わり、七に置いてっからって言ったのがいいんだよ。で、はい、何よって言ったら、麻雀牌で。ほう。はぁ、でもふざけんなよ、麻雀牌なんか。いや、そんじょそこらの麻雀牌じゃないんですよ。で、はい、こう見てみたんだよ。はい、そしたら、象牙。ああ、すごい。象牙の裏が翡翠。はい、うん、嘘だよ、お前、これ嘘だよ。ちょっと、いや、もう鑑定出してもらっても構いませんからって。はあ、それ一つですか？うん、ワンセット。あ、ワンセット、うん、あ、それは価値ありますね。何百万らしい。まあ、俺は割とその麻雀を覚えたのが早くて、うん、もう、小学校ぐらいの頃に覚えてたかな、もうね。はははは。影事としての麻雀うんぬんではなくて、うん、ゲームとして、俺麻雀ってすっごいこう完成されたゲームだと思うわけ。それみんな言いますよね、麻雀好きな人。うん、うんうん。頭も使うし、読まなきゃならないし、相手の手を読むっていう。うん、その相手が捨ててきた、その捨て牌の中から相手が今何を、どういう手を揃えていってるかっていうのを読むっていうね。うん、うんうん。心理戦なんですよね。そう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 。うんうん、ポーカーフェースも必要だし。ああ。っていうんで。まあ、その仲間、俺たちの時代って大体みんなやるよ。大体みんな。うん。うん。麻雀ゲームもあったしね。ああ、うん、はいはいはい。っていうのもあって、その実際リアルな麻雀はやったことないんだけど、麻雀ゲームから覚えたってやつもいるし、うん、そういうやつは大概半地区なんだよ、覚えてる知識が。あ、そうなんですか。うん、麻雀ゲームじゃ覚えられないルールもあるから。ああ、なるほど。やっぱ実践してなんぼですね。そうそうそう。うん、まあ、それで、仲間内が大体同年代ぐらいの仲間内が集まっちゃうよく、その土日、金曜日集まった後は土曜日集まったって言っちゃ朝までやったもんなのさ。うん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 、で、ある日、まあ一人の男がいて、で、そいつのところへ集まって、まあアパートに一緒なんだけどね。はい。うん、まあ周りからもジャラジャラ、ジャラジャラって聞こえるんだよ、上の部屋とかさ。うんうんうん、だから気兼ねいらないんだよ、なんか。ああ、近所迷惑にならないですね。そうそうそう。うん、もう、うちはね、大丈夫なんだよ。隣にもやるし、上もやるからって。だから、お互いこれ、ジャラジャラは勘弁ね、大丈夫、大丈夫ってみんな話になってるから、もう、静かにな、静かになってってやるやついるんだよ、たまに。ああ、うん、だから、その必要ないから、とにかくもう、気兼ねなくやろうよって。ジャラジャラジャラとかってさ、これやってた、こうやってね。はい。まあ、朝方まで鉄腕だって言って、朝方までやろうよって言って、最後は、うん、まあ、俺の、レジ一発、面前、鎮逸、ドラ六っていうね、うん、うん、もう数え役満で、結局俺の一人勝ちだったんだけど、その時は。いまだに覚えてんだよ、それ。ほんで、いい時間になっちゃった。そろそろ、ここで寝るってわけにもいかねえんだから、もう、そろそろ外明るくなってくんだから、片付けようや。わーって片付けて。はい。で、コンビニで買ってきたもんだとか、スーパーで買ってきたもんなんかのゴミがいっぱいバーッとあったので、うん、ちょっと捨てに行こうわ、って言って、うんうん。で、近くのゴミステーションを知ってたから、そこへ、その時一緒にいたやつを二人で持って、ゴミ持って捨てに行ったんだよ。はい。で、俺がゴミステーションのところへ、ポンとゴミを置いて、そこへ立ち去ろうと思ったら、一緒にいたもう一人が、うん、んーって言ってんだよ。で、何しに行くぞって言ったら、もう、いや、なんかこれ、あれだな、もったいねえな、もったいねえなって言ってんの。うん、何がよ、どうしたのよ、戻って、見てみたら。はい。今俺たちが捨てた、そのゴミだとか、他のゴミなんかもいっぱいバーっとこうあるんだけど、うん、そのゴミの下に、うん、よく見たら、革張りのソファーがあるのよ。ああ、ソファー。うん。はいはい。それで、あ、え、これ本物の革だぞ、お前、つって。うんうん。どっかでっかくバリって破けてんじゃねえか、ちょっとどかしてみろどかしてみろって言って、え、何をよと、いやゴミちょっとどかしてみろ、いやだよお前なって、生ゴミも乗っかってるぞお前って、まあいいや、じゃあいいか、やめよう帰ろうって言って、うん、そのやつの部屋に戻った。
はい、で戻ったらその話をしたのさ、うんうん、お前ソファー捨てたったぞと、え、どうに、いやゴミ捨て場のどうに、大ゴミなんじゃねえのお前月曜日、あ、そうだ、今週は第3、あ、そうだ、そうそうだ、大型ゴミだ、え、どうなの、なんかな、あの、きなり色の革張りのソファーで、なんか結構良さげだった。え、ちょって言うんだよ。ちょちょちょってなんだよ、お前。ゴミだよ。いや、ちょっと見に行くっつって。すんごい血相書いてさ。なんだいつっつって。食いつきがいいっすね。ちょっと面白いから、ちょっと一緒に行ってみようぜ、つって言ったら、はい、一気にゴミどかしてんだよ。うんうん。どっこも破れてねえな。いや、破れてもいいわ、このぐらいだったら。持って帰るって言いました。おお。待てよ、お前。待て。今までお前、よそんちの生ゴミなんかも上に乗っかってたんだ、お前。破れてはいなかったけど、ゴミは、袋はな。それにしとったわ、やめとけよ、お前。バッカだな、お前。これは、な。絶対いいもんだから、間違いでいいもんだから。だから、こんなのお前、もったいねえよ、捨てられちゃうんだから、俺。持って帰る。もう、言い出したら聞かない。うん、しょうがない、手伝ってさ、はい、一緒に運び込んださ、おうおうおう、で綺麗に拭いてみたらどこも傷がないんだよ、うん、擦り傷一つないの。それ2人掛けですか？3人掛け。あ、3人掛け、おお、すごい。あ、で、うわ、これ、うん、たぶんお前言う通りかもわかんない、これ多分高いな、これなって、うん、だろ、それ絶対高いよ、これは。よかった、いい拾い物したって言ってたんだよ。はい。で、やつがあまりにも、ほら、いい、ほら、皮はね、この感覚で、ほら、これ、ギシギシっていうかさ、なんかこう、キュッキュする、この感じ、これがいいんだよ。なんか良さそうだから、はい。俺も座らせてって言って、うん。やつの横にこう、バブって座ったさ、はい。ああ、ほんと、確かにな。でも、皮そばって普通こんなもんだろうと思って、思ってたら、はい。ん？誰か兵士だって言ったの、俺。おう。そしたら、え、してねえよ、なんか、なんでよ。いや、匂わないか。いや、俺も実はさっきからそう思ってた。だろ？なんか癖やな。なんだ、これ。なんか、玉ねぎみたいに言うぞ、お前って。だから、生ゴミの匂いだったら、汚いな、お前って。なんか、ついてんじゃねえのつって。でも、これも何もないんだよね。ああ、そうなんですね。うん。まあ、いや、じゃねえって言って、みんなそうで3階になって、はい、自分の車乗って自分に帰ろうと思った。で、車に乗って走り出そうかなと思った時に、うん、むわーって車の中臭いのよ。おお。ね、お、さっきの匂いもするんだよ。玉ねぎ臭っていうか。さっきの匂い、うん、はいはいはい。はっきり言うけどさ、玉ねぎの匂いって目の前に玉ねぎがあるから、あ、玉ねぎのいい香りって思うよ。うん。何もないところで持って玉ねぎ臭って結構危険じゃね？ああ、そうですね。ね、はい、なんか、あまりいい匂いじゃないじゃない。うん、うん。ほんで、いや、する。いや、これ、俺の鼻についてるところじゃない。絶対俺から匂いすると思って、車止めて、外降りて、見たさ、うん、なんかゴミついてんじゃないかと思って。はい、はい。なあ、もうないんだよな。で、なあ、なんか変な感じだな。でも、さっき、あいつん家で嗅いだ匂いと同じ匂いだったもんなと思いながら、はい、その日とりあえず帰ったさ。うん、家着いてみたら、何の匂いもしないんだよ。気のせいだったのかもしんねえと思って、まあ、それからしばらく時間が経ったよ。1週間ぐらい経ったかもかな。はい。その時に一緒にいた男がいて、そいつのところでもって鍋をやるってことになった。うん、男さんに、はその時、麻雀をやった、篠田って、その男の家でやったんだけど、その篠田を除いた3人が集まったわけだよ。うんうん、あ、ちなみにこの中には工藤もいるからね。あ、そうなんですね。そうそうそう。工藤さん。工藤さん、はい。で、この3人で鍋やろうっていうことになって、うん、あるやつの家に集まって、こうテーブルの上にガスコンロ置いてさ、鍋始めたさ。で、ご飯食べてる、鍋やってる最中に、なんかシューッとこう、今、ブクブクブクって言ってたのが、ブク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 ってこう、煮立った感じがなくなったなと思ったら、あ、お前、ガス、消えてる、消えてる、お前、ガスケツって言ったんだよ、俺。うん、そしたら、え、あ、ほんとか、ちょっと待て待て、予備のボンベあったよな、って言って、うん、その家主がごそごそ探し出して一本持ってきたの。はい。持ってきて、それをガチャッとはめ替えて、またガチン、ガチンってこう回すじゃない。はい。一発でボンってつかないよ。ガチン、ガチンって言ってるうちに、そのガスがムーって出てくるじゃない。うん、うん、うん。ただそれが、うん、あ、って俺が言ったら、他の奴らも、うん、あ、って言うのよ。はあ、これ、アントニーの匂いだよな。いや、確かに系統はな、
なんとなく匂いのその細かいところは違うけども、系統は同じ匂いだよな。こういう感じの匂いだった。あの時なんか、お前、俺帰り車の中の匂いしたんだぞって言ったら、うん、他のやつらも、俺もだよって言うのよ。あ、そうなんですか。ええー。だから俺なんか、お前、黒、その頃ね、Y30 のグロリアのブラムビップかなんかの、すっげえやつはね、車のセンスがある男で、真っ白の Y30 のブラムビップを、ちょーっと車庫落として乗ってたんだよ。すっごい上品な感じで。へぇー。俺なんか、お前、車の中であんな匂いしやだからさ、と。一回降りて、お前見たよ。いや、俺も見たよ、お前。なかったのって、なかったのって。いつ頃には消えてんだよな。どう俺もだよ。なんて言ってて、うん、でまあ火がついて普通に食べ終わった、はい、食べ終わってああだこうだって話してて、結局その日はそいつんち泊まっていくことになったのさ、うんうん、うち布団なんかねえぞ、その辺ボロンと横になってくれ、別に寒くもねえからいいだろって、ああいいんだいいんだ、ああ先も入っちゃったし、ちょっと悪い、なんかクッションないって言ったら、ああこれ使ってくれってクッション借りて、うん、それ枕にしてゴロンと横になって目をつぶってしばらくした頃に、うん、うん、と思ったの。足の先が、うん、痺れてんだよね。はあ、寝入り花だから、なんとなくうとうとっと仕掛けた頃なんだけども、じわ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 ってしたの分かった。はい。なんだ、足の先痺れてんなと思って、足の指をこう、左右、左右、にこうやって動かしてみるんだけど、痺れてんだよ。はい。寝てて痺れるってあるか、お前、と思ってるうちに、うん、その痺れが、じわ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 って上に上がってきて、うわ、これそのうちにふんっと動かなくなったのよ。ああ、金縛りと違うんだよ。あ、違うんですね。違うんだよ。ほう、まるでなんかのその薬かなんかをもらえたみたいに、はい、じわ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 ってしびれが全身に持ってきて、うーんって動けない感じなんだよな。ああ、で。俺の見てる目の前、こう横になって、こんな感じで思って俺、足痺れてるから、うん、このまんまの状態でこう目を上げたまま動けなくなったわけで、うん、やばい、やばいと思ってたら、むわーってガスの匂いしてきたわけ。おー。ね？ボンベだから、はい。いや、ボンベが丸々一個、例えばシューって出たとしても、うん、いやそんなここにいる全員が死んじゃうのことはねえだろうなとは、うん、にわかにねそんなことを思ってはいるんだけども、はい、でも違う、これはあのボンビじゃないって感じだ。なんでかっていうと、はい、俺がそう思ってこうじわじわって動けなくなってる、うん、その耳元で人出すんだよ。おお、これって都市ガスのその中のどっかのその線が抜けてて、はい、それがシューッと出てる感じよ。ああ、ね、はい、そういうことかと。これ、今動けないのは、いや、ガスで痺れてて。ああ、はい。うわ、やっぱり、あのバカガス漏れ起こしてたんだって、まあ、そんなこと思ったよ、その時はね。はい、はい。こう見てる目の前にはさ、テーブルがあるんじゃない、うん、テーブルの上には、さっきのその、卓上のガスコンロがあって、まだその上に鍋が乗っかってるわ。はい。その状態なんだよ。みんな床にゴロンと横なって、床っていうか、そっちはキッチンの方なんで、これ今みんなこっち側の畳がある方とゴロンと横なってる。うん、俺だけが、ね、唯一そっちの方をこう見てんだよ。要はね、はい。見てる感じなんだよ、はい。誰もいるはずのない食卓テーブルに誰かがいるのよ、一人、うん。でもそれどう見ても女なんだよね。その女が、ものすげえ気持ち悪いのは、こう座るもんだよ、普通は。うん、それが、こうなってるんだよ。ね、肩がずーっと下がって、こうなってる上に、うん、そっち側に向けて首がガグーンと来てるわけさ。こうなってるわけよ。はあ、ね、はあはあ。で、うわぁ、なんだよ。いや、俺たちが知らない間に誰かが入ってきたとかいうことはない。絶対そんなわけはないんだから、あれは絶対あそこにはいるはずのないものが今俺は見えてるんだと俺思ってたわけよ。うんうんうん、そしたら、それが、なんか、まるでこっちにこう、これがホラー映画とかさ、なんか安物のホラードラマとかだとさ、うん、はい、なんかこう、じわじわちゃんと来たりとかっていう感じが嫌じゃない？そんなことも想像するわけで、はいはい。でも、そうじゃないんだよね。その女がね、突然動いたさ。突然動いたんだけど、その動いたってのは立ち上がったとかじゃないんだよ。こう傾いてるじゃない、はい、か、ね、こうなってる側に、ゴドラーンと落ちたの、床に。ああ、そうなんですか。落ちたんだけど、落ちた途端、
普通であればだよ、人間がゴワーンと落ちるわけだから、いったーってなるわけでしょ、はい、そうじゃないの。ベチャーンと落ちたら、まるで高いとこから落とした餅みたいになってんだよ。ベチョーンって。で、うわーっとって、そこまで見えるわけだよ。そのテーブルの足を通して、椅子の足を通して、見えるわけだよ。バチョーンと落ちたのが。はい、うわ、なんかなんだこれ気持ち悪い。あそこから動くなよ。動くなよと思ったら、うん、そしたらそれが、こっちに向かってじわじわじわって来る感じなのさ。うわー、動き出した。動き出した。で、やばいと思ってたら、それが、ふっと、普通の当たり前の厚みになったんだけど、うん、もう、渾身の力を込めて振りほどくとかなんとかじゃない。もう、俺もしかしたらこのまんま俺たち死んじゃうのかも、みたいな感覚があったから、やばい、これどうやったら普通の金縛りじゃないのに、ガスでもってこんな風にこう痺れちゃってるとなったら、どうやってこれ、我に帰ったらいいんだと、思ってたら、はい、って声がしたのよ。びっくりしたでしょ。固まりましたよ。その時の俺のびっくりしようも半端ないけど、俺はその声でもって起きたんだけど、はい、なんとそこの家主のあくびだったの、それ。ああ。うん。ああ。ほんで、ふーってなって、うん。うって飛び起きて、そしたら、もう、二人寝てるじゃない。はい。そいつらもう、って一緒になって起きたんだよ。だからそのあくびと同時にそいつは起きたし、もう一人も一緒になって、起きたわけ。だから俺は奴のあくびで俺もそいつも起きたんだなと思ってたわけだよ。救いのあくびですね。だと思ってたんだよ。うん。やっべ、びっくり。ああ、もう漏れてねえじゃねえかって。何にも匂いしないんだよ。しないんすね。しないんだよ。おう。いやー、まいったな、おい。って言ったら、こっちのいるやつも、いやー、俺も参ったじゃんっつってんの。なんでお前参ったの、なんで参ったのって言ったら、いや、女がよーって、お、俺も見たわ。女だよ。その食事、そのテーブルのとこへ座ってたわけ。そうだ。いやー、いや、俺はよって言って、俺が見たもんに言ったの。それ全然違うって言うんだよ。いやいや、違うんですか、違うって。俺、後の二人見たのは、そこに座ってた女が、突然、ふっと立ち上がったと思ったら、すっごい変な形で持って、早歩きで持って、こち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 って俺のところへ近づいてきて、俺はすぐ脇のところへ立って、お前のこと、ずーっとこうやって見下ろしてた、立って。二人とも同じもの見てるわけや。あ、そうなんすか。やばい、これ絶対なんかやばいって、って。これなんでこんなものを俺たち三人が見るんだって。こんな夢なのかなんともつかない。なんでこんな目に遭うんだよって。言ってたら、はい。黒が、これ、篠田のところのソファじゃないって。ソファか。言い出して。それで、ヤズのところにこう電話を入れてみるんだが、電話、その時は出なかったんでね。はい。そしたらその何日か後に、その、篠田本人から電話かかってきて。うん。いやお前らの言う通りあんなもん拾わんけばよかったじゃんって。ソファだめ。それそうだ。何があったんすか。いやあ、うちのアパートの大家からさ、聞いたんだよ。で、この間、いや、実はちょっと椅子拾ってねって言ったら、ね、どんな椅子拾ったのさ、あんたって言われたから、はい、いや、きなり色のね、革のすごいソファ拾ったんだって、どっから拾ったのって、いや、そのゴミ捨て場にしてた、あんたバカだね、あんたそんなもん拾んでないって、え、なしてそば屋さんって言ったら、うん、あんたね、まあ、これのちょっと町内のこと疎いのかもわからんけども、そのあんたがそれを拾っての、今週の頭日曜日だべさ、って、うん、そう、日曜日だって。その何日か前に、その折れたところのアパートでもってあんたガス自殺だったんだよって。ガス自殺ですか。ね。そしたらその時に、その女の人がね、その亡くなったんだと、一人。ああ。アパートでね、亡くなったと。はい、その時に、その、女の人の家族が来て、部屋の中を全部片していく時に、はい、あらかたの荷物は全部引き上げていったんだけども、さすがに、この椅子は持って帰れないねって言って捨てたんだよって。あ、ね、なんであんたそれね、さすがにこの椅子は持って帰れないねって言ったかって、その娘さん死んだのがその椅子だからさって。あ、そうなんですか。そうそう。うわぁ。したからさすがに自分の娘がね、最後果てた椅子を持って帰るわけいかないから、これ捨ててこって言って捨てたもんだよ、あんた。ああ、そらそうだ。うん。
だからその、まあ、ガスの匂い、ガスの匂いってあったら玉ねぎの匂いつけてるからね、ガスはね。あ、そういうもんですか。そうへえ。プロパンにしても、都市ガスにしても、あの玉ねぎの、なんか何とかっていう、あれを使って匂い着臭してるんだよね。へえ、安全のためにですか、それ。もともと匂いないから、ガスは。だそれだと、それ漏れててもわからないからっていうことで、うん、誰が嗅いでも、臭いねっていう匂いをつけてるわけだよ。なるほど。そのソファーは、捨てたんですか？捨てた、捨てた。ああ。でも、なんか篠田変なこと言ってたんだよな。何ですか？いや、大ゴミの日って、一週間おきの月曜日なんだわ。隔週の月曜日なんだわ。だけど、なんかあの頃ってあんまり厳しいルールがなくて、本当であれば、例えばその月曜日に捨てるとすれば、前の晩の夜12時過ぎたあたりにゴミ出せば大丈夫みたいな、そんな変なルールみたいなのあるじゃない。はい。だから俺、その前の晩に捨てに行ったのよ。でも、その次の日って考えてみたら、大ゴミの日でなかったんだよな。はい、俺次の日の朝見たらなかったんだわ、と。へえ。だから、あ、ゴミ屋さん持ってったんだな、と思ってたんだけど、はい、よくよく考えてみたら、あれ今週は、あ、俺一週間間違ったな。えさ、なんであのソファなくなっちゃうんだべって俺思ったんだよな、って。多分誰か持ってったからね。ね、続いてるじゃないですか。それ学生多かったからね、その辺は。いや、でもそのソファーを見て、やっぱり異常に興味を持つっていうのも、もうその例の仕業でしょ、きっとね。ファンキーさんが見た光景っていうのは、その女性の最後の姿なんでしょうね、きっと。それだから味わされたわけよ。そうなんですね。いや、キャンピングカー、であるとかね、うん、なんかを、割と今、ここ最近になって、ものすごい売れてんだって。ああ、キャンプが流行ってる。すっごいらしい。うん。それで、なんか場合によっては、普通、乗用車で来てキャンピングカーに泊まるっていう、なんかそんな場所まであるらしいな。あ、そうなんですか？うん。え？キャンピングカーがもうそこに常設してあって、ああ、それでそこに寝泊まりして、はい。その前で、なんかこう、火炊いて。ああ、バーベキューとかして。バーベキューやって。ああ、なるほど。そう。バンガローとかそういう感じで、キャンピングカーに泊まる、うんうん。そうそうそう。あ、面白いですね、それ。そんなのね、いろんなことみんな考えるなと思ってさ。うんうんうん、だからまあ、俺の、まあ、友達というか、先輩というか、お世話になった人というかね。はい。で、やっぱりそういう、未だにそのキャンピング、もともと、カスタマイズして、こう、キャンピングカーを作ってた人がいるのよ。はいはいはい。全くゼロの状態から、うん、昔なんか本当に今と違って、キャンピングカーっていうのがもう当たり前じゃない時代だったから、うんうんうん、キャンピングカーっていうと、その、フランスベッドから出てたんだよ、キャンピングカーが。へー。トレーラーのね。あ、そうなんですか。うん、後ろへこう、引っ張るタイプのやつは、日本で一番最初に商品化したのはフランスベッドなんだよ。へー。全然結びつきがなかったです。うん。いろんなサイズがあるんだよね。うちも割とでかいサイズなうちにあったんだ、昔。へぇー。で、それを、の後ろにこう乗っかって、うちの親運転して高速道路走ってて。うん。で、後ろの窓から、って手振ってたら、後ろにいたのが覆面パドで。ああ。止められちゃって。ダメだよ子供の人はキャンピングカーにいる。で、その頃はダメだったの。キャンピングカー、トレーラーに乗ったまま移動しちゃダメだった。あ、そうなんですか。うん、へぇー。そうなの。だから、まあ割と今はこう緩和されてね、いろんなことが緩くなったんだけど、うんうんうん、まあその、キャンピングカーであるとかなんかをもう一から作る人、一からじゃない。ゼロから作る人って言ったらいいのかな。へぇー。例えばハイエースならハイエースがあるじゃない。はい。そのハイエースをベースに中身からなんか全部自分で、もう完全ワンオフでもって、もう、職人だよ。そんなことできるんですね。宮大工みたいな、やることが。ああ。きちっと、なんかもう合わせてくんない、きちっとね。もうすっごいよ。ミリ単位で合わせてくってるもん。ああ、すごいですね、それね。で、その人がやっぱりアメ車の趣味があって、うん、で、ある日、今で、それまでも俺のところから何台も車を買ってくれてる人だったんだけど、うん、ある日俺のところにとんでもないオーダー入れてきたのよ。おお、どんな感じですか？1958年型のインパラワゴンっていう。うんうん、ワゴン。ワゴン。うん、
これがめちゃめちゃレアな車で、おそらくその頃の日本には登録がなかったと思うんだわ。あ、そうなんですね。時代もなかったわ。いろいろ探したけどなかった。うんうん、それで、まあその頃俺が割とこう、まあアメリカで車を探してもらうっていうところが何箇所かあって、ミネソータ、オクラホマ、ジョージアなんかにもあったんだけど、で、そのカンザスに、ある、まあメキシコの方から移住してきたある一家が、まあ、サントス一家っていう一家がいて、うん、はい、そこの、次男坊だったかなにエンリケって男がいて、うん、この男はすごく気のいい男で、まあたまたま俺もその人ある人間を介して紹介された男だったんだけどね、うん、でこいつが車探すのすごいプロなのよ。で場合によってはまだその頃その信仰が戻ってなかったキューバからでも探していっちゃうんで車を。へー、キューバってね実はね1950年代とかのアメ車がものすごいあるんだ、いっぱい、うん、なんかずっと修理して使うんでしょ。そうなんですよね。ボートのエンジンもしたりするんだよ。そう、うわ、かっこいい。そういうのたまらないです。どうなのと思うけどね。へー、そうなんだよ。それでそのエンリケのところへ連絡を入れてみて、いや58年のインパラなんだけどって言ったら、あ、うちのすぐ近くに乗ってる人がいるぞって。へー、しかもその人が自分とこのガレージでフォーセールってあげてたっていうのよ。あ、すごい。つって、はい、ちょっとそれもうまだ売れてないかなって言ったら、いや今日俺昼間見たばっかだから大丈夫だと思うよって言って、ちょっと聞いてみようかって言ってくれて、聞いてくれたのよ。はい。そうしたら、なんとその人がめちゃめちゃ日本びいきの人で、うん、もうぜひ会いたいって言ってるからって言う。誰とって言ったら、いや、お前とだよって。うん。ちょっと待ってくれよ。カンザスまで行かなくちゃいけないの俺、つって。うんうん、いや、だってさ、車が車だから、うん、万が一ね、その、日本に着きました。うん、ね、実際物見てみました。うーわ、まあ、言ったよってことだって、俺たちの感覚とお前たちの感覚は違うかもしれないから。あ、まあ、確かに、はいはい。うん、だからそこはちょっと、一回見といた方がいいと思うぞ、車が車だから。うん、いや、お前が見てどうなんだよって。まずね。うん、はい。お前が見てどうなんだよって言ったら、いや、うん、はっきり言うぞ。俺は嘘をつかないで正直に言うけど、うん、俺から見れば消化コンディションだって言うんだよ。じゃあいいでしょう。ってことはなんですよ。いじくってあるわけ。いじくったんじゃダメなんだよって。ノーマルが欲しいって言ってるんだから、うん、したら、そうじゃない。あくまでもノーマルで、ハブキャップも全部純正のがついてて、うん、その状態で純正のカラーで、うん、ピッカピカなんだよ、中村って。だからちょっと高いかもしんないぞって言われたの。うんうん、まあ、この野郎のおっきる気だなと思って。まあ、仲介だからしょうがないんだよね。はい。それで、まあ、しょうがない。行くことになったさ、向こうへ。うん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 。で、実際行ってみたら、うん、カンザスへの直行便っていうのはないから、はい。途中でね、一回ダラスで乗り換えしなくちゃいけないんだよ。お、今はあんのかなどうかわかんないけど、まあ、そのカンザス着いたさ。うん。そしたら、もう、いつもの日に焼けた感じの丸坊主にめっちゃ髭濃くて、うんうん、そのエンリケってのは。はい。で、って、呼ばれて、あ、もうすぐ分かったわ、なんか歩くサボテンみたいな感じって、思って。歩くサボテン、うん。それで、まずはちょっとうちへ行こうよって言って、うん、なんでって言ったら、いや、うちのファミリーがみんな、歓迎したいって言って待ってるし、うん、会ったことないだろ、今まで。と、そうかそうかって言って、その家へ行ったのさ。はい。そうしたら、結構広い敷地でもってなんかこう、バーッとネットが張り巡らされてて、うん、犬がいっぱいいんのよ。おお。で、おお、犬いっぱいいるじゃないかと思ったら、お前犬好きだもんなって言って、手出すなよって言われたんだよな。うん、ピットブルなんだよ、全部。はあ、すげえ。十何頭いるんだけど、全部、すっげえ。金くずり揺れの、うん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 、ああ、育てたんなぁと思って、はあ、たまたま飼ってるブルじゃねえな、これ。刀剣やってんだなぁと思ったわけ。ああ、バッキバキなんですね。バッキバキだよ。はあ、もうすごいの。うん、まあそこで、その日は乾杯してご飯食べてお酒飲んで。はい。そこで、まあ、テキーラだわ。うん、ね、うん、テキーラで例によって記憶失って。最高ですね。そうですよね。うん。
そうで、まあ、次の日、そのインパラを持ってるって一緒のところで連れてくれたんだけど、うんうん、いやー、これなら俺見なくてもよかったわと思うぐらい、すっばらしい車で、おいや、いくら言われるんだろうなーと思ったら2万だったね。2万ドルだった。ああ、よかったっすね。うん、割と安かったかな。まあ、うん、当時、その頃のレートが、ドル100円ぐらいだったから。うんうんうん、だから、よかったよかったと思って。うん、で、話してるうちになんか家の中にさ、模造品の変ななんか甲冑があったりするの。へえ、日本美意ですもんね。日本美意なんだよな、うん。だって、俺が来るって言ったら、腰に刀刺して出てきたからね。やりそう。ありがとうございますって、ね。こんなのとかならって。ああ。お待ちした。こんにちは。こんにちは。だってもう日本美意やから挨拶したくてしゃあないですもんね。そうそう。こんにちはってね。よく来たなお前とか言うんだよ。ええー、それも喋れるんですね。どこで覚えたんですか。絶対時代劇だなそれ。あ、そうですね。うんうん、まあそれでいろいろ話をしていくうちに、まあ意気投合していく。2万ドルって言ったものが1万8千まで落ちて、うん、で、シッピングなんかに関しても、そのいろんな手続きなんかも、その演劇と一緒に手伝ってやってくれるっていうことになって、うん、オーナーさんがかかってくれれば安心だわっていうことになって。はい。で、あくまでも、まあ、ワンオーナーではないんだけどねって、俺の父親が乗ってた車なんだよ、もともとはって。うん、だから、2オーナー目なんだよ。まあ、うちの家からは出てないから、この車はって、うんうん。だから、大事に してほしいなっていうんで、もちろんもうその人はものすごい車マニアだから大丈夫だよって話をして、うん、で、俺、日本に帰ってきたんだよ。ああ。で、しばらくしたら、そのオーナーから本当にメールが来て、うん、で、今頃、きっと公海上にあると思うよって車、もう船出したから、公海上にあると思うよ。うん、で、着くの楽しみにしててくれって。いや、俺が欲しいぐらいだったんですよ、車。ああ、もう本当状態良かったですね。そうそうそう。で、ちなみに、うん、その2万で買った車ね、うん、を、その、まあ、今だから言っちゃうんだけど、そのキャンピングカーの、その社長には、700万だったからね。おー、ちゃっかりしてますね。そう、ちゃっかり当たり前っすよ。商売ですよ。当たり前、それは。でも、700出しても欲しいぐらいのクオリティやったってことですよね。全然。全然。でも、その頃のインパラワゴン、58年のインパラワゴンで700万って言うと決して安くはないね。やっぱ高い方だったと思う。あ、うん。だって、その当時は、そうだな、その当時はまだ、チャレンジャーなんかが数百万で買えたからね。70年のチャレンジャーがね。今も1000万したからね。あ、そうなんですね。うん、だそういうふうに思えばなんだけど。まあ、うん、まあそんなやりとりをしてたんだけど、うん、ところでって言うんだよ。サントスのファミリーとは、お前は昔からの付き合いなのかって言ってきたから、うん、はい。いや、ファミリーとは全然そんな付き合いはないよと。じゃあなんで、その、サントスを通して、俺のところに来たんだっていうから、いや、実はそのエンリケとは、昔から、そのいろいろ車シッピングしてもらったり、探してもらったり、まあ、バイヤーとして動いてもらってるところがあるので、ああ、そういうことなのかと。うん。うん、まあ、あんまりいい付き合い、深い付き合いはしない方がいいと思うぞ、みたいなことを聞いてきたんだよ。ほう。アメリカ人ってあんまりそういうこと言わないからさ、うんうんうん、なんか珍しいの、なんかうまくいってないのかなって思ったんだよ。うんうん、そしたら、その車がそろそろ着くよっていう、横浜港に着くことになってたから、うん、その一週間ぐらい前だったかな、着く。あと一週間ぐらいで着くみたいだっていうメールが来た時に、はい、サンタスの家から連絡が来たかって書いてあったんだよ。だから、いや、何も来てないよと。俺は、その、向こうの銀行に手数料は振り込んで、エンリケの取り分は俺、振り込んだから、うん、それで、なんでだって言ったら、いや、これは、本当は、それこれから先ね、そのサントスの家とお前が付き合いをしていかないんであれば、うん、あえて知らなくてもいいことかもしれない。だけど、これからもそのエンリケと何らかの形でつながりを持っていくんであれば、知ってた方がいいと思うんだけども、どうするって聞いてくるんだよ。うわぁ、なんか意味深ですね。そう。だから、いや、一応、先のこともあるんで教えてくれって書いたの。はい。そしたら、うん、だったら教えるけども、実は、お前が帰ったすぐ後に、うん。あそこのその父親が、
近くの、その、まあ、ドイツじゃないんだけどさ、うん、まあ、黒い森っていうふうにみんなとその地元で言われてる深い森があんだ、針葉樹の森があんだっていう。はい。その森の中に入ってって、うん、頭から灯油をかぶって焼身自殺したんだよって。わぁ。え、ちょっと待ってくれよって。え、俺、あの時にだって一緒に掃除した人だよなと思ったから。うんうんうん。で、そう書いたんだよ。したら、うん、そうだと思った。その時俺はその場にはいないけども、食事の時には俺は呼ばれてないけども、でも、なんとなくそういうなんか変な嫌味みたいに入れてくれてね、うん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 。呼ばれてないけども、だけど、うん、その時のその、まあ、一家の主だから、多分、ま、一人しかないから間違いないと思うと。うん、お前が入って一週間後ぐらいに。うん、実は俺が一回目にそのメールを入れた時に、そのことをお前に伝えようと思ったんだと。はい。うん。だけど、相手はその時には伝えなかった。だけど、うん、その問いをかぶって、焼身自殺したんだよと、うん。それで、何があったんだって聞いたわけよ。はい。そしたら、いや、実は、その前から何回かその警察の内定というかね、うん、地元警察のその捜査が入ってたみたいなんだけども、だから、あの時もおそらく一緒に食事してたお前の姿を警察官遠くから見てたはずだぞっていうのは。っていうのは、あそこの主には、はい、殺人教唆。おぉ。の権利がかかってたと。はあはあ、それで、それはどういうことかっていうと、そこの家ってのはね、昔からずっと製材業をやってんだな。うんうん、自分のところで製材した商品をいろんなところで卸すじゃない。はい、ところが、ある一箇所に、その、たくさん、その、一番多く納品してるところからお金がなかなかもらえないと。うんうん、その、焦げついてると、うん。っていうことで、もう、とうとうその業を煮やしたそこの親父が、ごろつきのね、良くない人間を使って、はい、そこへ取り立てに行かしたんだよと。あ、そしたら、取り立てに行った場でもって、やいのやいのっていうことになっちゃって、相手殴り殺しちゃったんだと。ああ、その場で。そう。ああ。それで、うん、その、つか、まあ、本人は捕まったわけで、殺した本人は捕まった。で、捕まったその警察に行ったところ、実はその、あそこのサントスの家から頼まれて行ったんだよってことになった。うん。うん、だけど、その本人にすれば、いや、俺はそこまで厳しい取り立てをしてくれなんて言ってないと、うん。あくまでもうちはもらってないお金があるんだから、俺はなかなか忙しくて行けないから悪いんだけど、誰か代理に行ってくれないかと言ったら、あの男が行って、そんなことになっただけだろうと。だから俺にはそんなあれはないよっていうことでもって、まあ結局は証拠不十分でもって解放されたわけだな。解放されたんだけど、その足で森に入っていって、問いかぶって死んじゃったのさ。その足で？その足でなんだよ。そしたらその、はい、メールで来たその彼が言うには、うん、でも、このことは俺は、なんとなくだけども予想できてたっていう言い出したんだよ。ほう。ええー、と思って、どういうことって、そんなに普段からなんか、いろんなそういうことがあったのかって言ったら、いや、人を殺したら殺さないなんて話ではないけども、うん、実は、あそこの家の敷地のずっと隅っこの方に、以前はなかったはずの変な小屋ができてたんだよ。うん、ね、三角屋根のね、小屋が確かあったんだよ。なんか、あの、青、赤、青、赤みたいにこう塗り分けられた、ピエロみたいな、うん、こんな小屋があったんだよ。はい。そこって、その親父が、もともとはそこで副業みたいでもってやろうと思って、タコス屋をそこで始めたらしいんだな。うん、それで、もともと料理なんか、タコスなんかやったことない人間。でも、メキシコの方の料理ということで、うん、タコス屋を始めた。そしたらそのタコスだったら俺に任せれよって言ったらある一人の男がいたんだって。はい、この男もまたゴロつきでもって有名な男で、そこの悪い男だったらしいんだけど、でも料理はものすごいうまいからっていうことでその店を任してたと。うん、ところが、その男が商売が終わって町に飲み行った時に、その飲み行った先でもってまたそこで喧嘩して人を殺しちゃったらしいのさ。うわぁ、殺したんすね。そう。それで結局そこはもう誰もやらなくなって、うん、そのまんまもう空いた店舗というか、まあ物置みたいになってたらしいんだけど、うん、俺はそのことも含めて予想ができたって言うんだよな、うん。なんでかっていうと、あそこの家に犬がいっぱいいただろう、はい。あれはお前も知ってると思うけど、ピットブルで闘犬なんだよ。俺は、決してその動物愛護精神がどうなんていう綺麗事を言う気はないけども、俺は、花から俺は動物が大好きだから、犬同士を噛み合わせるとか、うん、そんなことは考えられないんだ、俺にはって。ね、う
俺は何回もだから、そんなことやめたらって言ったことがあるんだよって。だけどそのたんびに、何言ってんだよ、バカ野郎。こいつらそのために生まれてきたんだって。な、そんなお前、そこらに、チャラチャラ飾りつけて、散歩して歩いてなんて、そんなためにいるんじゃないんだ。こいつら稼いでなんぼなんだよって。その親父はそう言ってたんだよ。うちの近くにある森は、まあ、あの、親父が亡くなった森だな。あの森は。地元の人たちもよく遊びに行く森なんだよ。なんかジョギングする人もいれば、ウォーキングする人もいれば、場合によってはキャンプしてる人もいるし。俺なんかも、うちで飼ってる犬の散歩をするためにね、散歩コースで俺はそこによく行くんだと。ある日のことを、そこへこう、夕方、森のずっと奥の方へ入って行ってみたら、奥の方でもって、なんか火柱が上がってんだって。で、え、何誰があんなところで火の粉燃やしてんだと思って、俺はその犬を連れたまま、そっちへ近づいていったんだ。そしたら、森の奥の方から、キャン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 、っていう、どっから聞いてもわかるような、子犬の鳴き声がするんだよ。うん、で、もう、え、なんで、これ、子犬の声だなと思って奥へ入って行ってみたら、あの親父が、ゴーゴーと燃える、こう木を枠組んで、うん、そこで焚き火をしてたんだって。うん、ね、うん、焚き火をしてるところへ持ってきて、なんで子犬の声なんかするんだと思って見てみたら、うん、なんとあの親父、その火の中へ、生まれた間もない子犬を一匹ずつ投げ込んでるんだよって。うわ、何してんすか、それ。お前何やってんだっていうことになって、俺本当に殴りかかろうとしたんだって。はい。そしたらあの野郎銃持ってやがって。ああ。で、俺の鼻先で銃くつやがってって、うるせえよ、この野郎って。俺はな、前にも言っただろうって。犬は稼ぐためにいるんだ。こいつら稼いでなんぼなんだ。刀剣はな、お前よく覚えとけよ。刀剣は、メスにはできねえんだよって。だからこんなものはゴミだ、ゴミ。わかるか、ゴミだ。って言って、生まれたメス犬を全部焚き火で。だから俺は絶対にさ、こいつはまともなことにはなれねえって俺は思ってたんだって。そういう意味ですね。それで、奴が死んだところは、奴が以前犬をくべたところだって。なんとも後味の悪い。ねえ。本当にね、信じらんないよね。ねえ。信じらんないよ。なんでそんなことができるのか、うんうん。いい運命なんかあるわけないじゃない、その先に。そんなことしてしまって。うんうん、そらそうです。まあちょっと重いけどね、そんなお話でございました。うん、俺がね、そんな話をしたんだよ、ある友達に。このある友達っていうのが例の荒川。はい、ああ、荒川さん。うん。はい、はいはいはい。うちにね、たまたま遊びに来た時に、うんもうちょうど出かけだったんだよ、俺。もう出ようと思ったら来たわけだよ。はい。うん。それで、あれどこ行くのって言うから、うん、ちょっとね、出かけるんだけども、なんか用事だったら、って言ったら、いやいや、そうじゃないけど、またちょっと、あれかな、遊びに行こうかなと思って来たんだけど、いや、いいや、用があんならいいや、って言うから、それより逆になんか用事ある今日これからって言ったら、いや、だから遊び来たんだからないじゃん、用は。あ、そうだよね。うん、だちょっと一緒に行くって言ったら、どこ行くのだから、いや、実はこれこれこういうんで、俺、虫をね、ちょっとこう、見に、こう、指にこう、手にこう取ってみたりさ、うん、なんかこんなとこつけたりするんだよ、つって。こんなとこ。大丈夫って言われて。いや、虫とね、その季節、この季節にしか出会えない虫たちなんだから、触れ合いたいんだよね、つって。って言われて。少年の心忘れてる。忘れそうだよ。ダメだよ。少年の心忘れてるね、君は。つって。でもそんなのさ、いるかなとか、いや、なんぼでもいるよ。って言ったら、金になるかなって言うわけ。ああ。金？いや、どうかな。もし本当に売れたとしたって、カブトムシのオスとメスとセットでもって500円とかそんなもんじゃないのって。あ、でも500円になるんだ。よし、俺も行くって言い出して。500円でいいんすね。本当かよ。そんな理由で。うん。で、一緒に行くことになったさ。はい。で、俺の知ってるところがぐるーっと回って、もう、その頃も LED なんかないからね。全部、うん、
水銀灯だし、下手すれば、なんつうのあれ、昔ながらのガス灯じゃないしな、なんつうの、ガス灯があるわけねえよな。うん、まあ、蛍光灯のなんか、お化けみたいなやつだったりするんだよ。うんうん、そんなところでもう、すごいんだよ、下。はあの、言っとくけど、これ皆さんに言っとくんだけど、気をつけなくちゃいけないな、うん。あの、ゴキブリもいるからね。うわぁ、寄ってくるんですね。うん。あの、山ゴキブリって、ゴキブリは、もともと山にいるもんだからね。だから、オオクワガタなんか取りに行こうと思って、くぬりの木なんかの木のうろ、この穴開いたところ手突っ込むと、大概ゴキブリがついてくる。うーわー、そうなんや。そうだよ、これ。それで、ああ、本当にいるんだね。すげえな、すげえ取れた、って言って、どっかとこれに持って、虫かご売ってないかな、って言うから、お前何時だと思ってんだよ。ないだろう、こんな時間に。じゃあなんか適当にそこら辺の店行って段ボールもらうつって、うんうんうん。コンビニだったかな、なんかでもって、ちょっと小さめの段ボールもらって。はい。で、それ一生懸命入れてたやつ。うん、そしたら、まあ、ある程度取ったのに、じゃあちょっと他のとこ行ってみようか。で、向かったのが、はい、そうだな、場所的なことを言うと、熊谷方面とだけ行っとこうかな。あ、はいはいはい。そこでずっと向かってったところに、うん、ある、まあ、一つの大きな、こう、森林公園があるんだわ。はい。で、その森林公園に入ろうと思ったら、もう夜間も入れないのさ。うん。ダメじゃねえか。って言ってたんだけど、その周りに、こう、車で走ってみると、割とその水銀灯がこう、点在してるんだよ。ポン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 と。はい。で、水銀灯の下にいるってことは分かっちゃったもんだから、うん、この荒川が、はい。あっちにも いるんじゃない?こっちにもいるんじゃない?って言って、それ、まるで虫だよ、虫。そうですね、まるで虫。うんうんうん。その水銀灯があるところをどん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 こう行くんだよ。そうしてるうちに、なんかね、ここ何これ公園何なのこれ何なのこの広場っていうようなところに出たんだよ、うん。はい。で、その車から降りて、車鍵かけて。で、歩き出したら、ずっと奥の方に向かって、水銀とかボン、ボン、ボン、ボンとついてるわけさ。うん。これはね、人家もねえだろ。うん、水銀とだろ。絶対だよ。ちょっと行ってみよう。って言って、うん、こう、一つ目、二つ目って巡っていくんだけど、全然いないね、虫は。うん。おかしいやん。でもどう見たって周りなんかこれどんぐりの木だよ、これ。なのにいないかねって不思議だねって言ってたの。で、しばらく歩いたら、はい。なんていうのかな、あれ。多分人工のため池じゃないかと思うんだけども、はい。土をね、こうぐーっと土手みたいに盛り上げてあって、うん。で、その向こう側がどうもその水場らしいのよ。ああ。なあ、この向こう何かなって言うから、いや、これ形からしたってこれは用水、いや、こんなでかいのはないか。でもため池だと思うよって言って、二、うん、人でそこ登ってってみたね。はい。そうしたらさ、こう、向こうまでズドーンって続く。50メートル以上、一辺が、うん、ぐらいあるようなでっかいため池なんだよね。あれ、何のためかわかんないんだけど。ああ、相当大きいですね。うん。はい、あんな辺境の場所にね、はい、あんなものがなんで必要なのか俺よくわからないんだけども、とにかくそんなもんなわけだよ。うん、それで、まあ、なんかさ、こう、気味悪くねって俺言ったの。うん。たら、うん、俺もそう思うって、その彼がね、はい、なんでって言われたら困るんだけど、独特な雰囲気があるよねって、うんうん、なんでこここんなに気味悪いのかなって言ってたら、はい、割とその近くのあたりで、はい、ザーボーと出したんだよ。すっごい音だよ。もう本当に何かの動物がポンと飛び込んだとか、魚が跳ねたって、そんな生優しいもんじゃない。あれは誰がどう聞いたって人が飛び込んだ音だよね。はははは。しかも上手に頭からこうスポンと行ったんじゃなくて、うん、バシャーンと入った感じ。ザーボー。ほんで、にわかにも、この辺が波立ってきたわけよ。ボーン。ブン、ジャブンつって。はい。ちょっとおっかね、今なんか飛び込んだぞ、おい。って言って。はい。見に行くと、いいよ、って、やつが。いいよ、いいよ、怖い、おっかね、やめ。いや、でも人が落ちたんだったらどうするって俺が言ったら、うん、人なんかいなかったじゃねえか、だって。うん。大体この電池も何もね、水銀灯ずっとあっちだよ。この辺の明かりないんだよ。なのに、こうと思って、何?引っかかって普通じゃないじゃん。いや、だから、普通じゃないからだよ。うん、もしかしたらなんかその、あ、でもこんなとこに身投げってないよな、って言って、はい。いや、
降りよ降りよ降りよって降りて、うん、ほんで結局はまあちょっとその奥の方見に行こうかって言ったんだけど、いや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 気持ち悪いからいいやって帰ろうって、うん、帰ってきちゃった。はい。でそんな話をサバゲーの連中に話をしたのよ。はい。そんなことやってんの、なんだ俺たちも誘ってよとか、うん、俺もねたまに行くんだよ、カブトの一人にとかね、うんうんうん、あそうなんだ、じゃあ今度みんなで行こうよみたいな話でちょっと盛り上がったの。はい。そん中の一人に現役の警察官がいたのよ、うん、ね、この警官っていうのがめちゃめちゃ弾けた男で、うん、どうかな、これダメかな、うん、まあとにかく当たると痛い銃をね、はい、持ってんだわ。ああ、そんなんでね、その男はね、はい、逃げる奴のケツを狙ってくるんだよ。うわぁ、嫌な感じ。俺はふくらはぎを狙うんだけどね。痛そう。踊れ踊れ踊れっつって。実際言うんです。そうそうそう。で、その彼はとにかくケツペタを狙ってくる。はい。で、PSG-1 っていう、こう、長距離射撃用のスナイパーライフルがあって。はい。その PSG-1 を、連射ができるように改造してるっていうとんでもない男で。ああ。そんな実銃でありえないけどね。PSG-1 で連射なんて絶対ありえない。もう、一発ずつこう、コク引いて、うん、一発ずつこう、確実に狙う銃だから。ああ。その男が、虫はどうでもいいんだけどね、水を取ったら気になるな。その辺の管轄って、所轄はどうだったっけな。って、なんか調べ出して。はい。ちょっと、調べてみるかなって言い出したね。おお、警察ですね。うん。うん、いや万が一ね事件だったら大変だし。はい。いやその時にいやじゃあ俺見に行けばよかったかなって、ダメダメダメってダメダメって、うん。もしも誰かに突き落とされてるもんだったらその犯人そこにいるんだからねって。ああ確かに確かに。ね。はい。だからそういう時はそんな変な正義心を出したりしないで、うん、本当にそういう時はまあ残酷なようだけどもその場から逃げ帰るのが一番だからねって。うん。言われたんだよね。はい、これはね、本当に皆さん覚えておいた方がいいかもしれない。うんうん、普通さ、これがドラマかなんかだと、なんだ、どうしたんだって、ちょっと行ってみようぜって言って行くところだけども、うんうん、まずは自分の身をね、守らなくちゃいけないわけだからって言ってね、いや、いいわ、いいわ、いいわ、ちょっと俺見に行くわって言ってたの。うん、何日か後の夜中に、はい、もう夜遅くらい1時過ぎぐらいだったと思うんでね、うんうん、携帯が鳴ったわけよ。その頃またガラケーもガラケーだ。ガラケーどこじゃないよね。アイモードも始まる前だから。緑色の液晶の頃。そう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 。それで、あ、もしもしって言って、出たら、ああ、今ね、例の、言われた場所に来てるんだけども。うん。うん、一応所轄の方にも話をしてね。まあ、いろいろこう話してくるわけよ。だから、え、ま、待って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 。ま、ちょっと、え、もし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 って言ったら、はいはいはい。え、今ね、そこにいるの？その、お、来てる、今。え、その、な、所轄の人はちょっと、いや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 、俺一人で。何やってんの、そこで。やっぱりね、なんかね、自分の目で確認しないと気が済まねえんだよね、って。一応、所轄の方には言って、見には来たんだけども、何もなかった、異常はなかったという報告は俺ももらったんだけど、その人偉い人だからね、警視庁の。それで、自分の目でちょっと確かめようと思って来たんだよ。確かになんだろうね、この水たまりはね。でもちゃんとこれ人工的に作ったもので、うん、おそらくこの場所って持ち主があるんだと思うぞ。これ公共的なものじゃないと思うから、来ない方がいいぞ、ここって言って。ね、人の多分敷地だと思うから、まあ立ち入り禁止の札も何もなかったから、しょうがないって言えばしょうがないけど、なんかブツ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 言って、うん、そこで歩いてるみたいな。はい。それで、ちょうど、そのデジタルになるかならないか、多分なってなかった。またアナログだったんだよ、携帯がね。うん、だからその、電波の状況が悪くなると、ジュ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 って言うのよ。うんうんうん。途切れるだけじゃなくてね。うん、うん。で、もしもし、もしもしって言ったら、ああ、聞こえる？あ、ちょっと電波状況悪いかな、この辺な。聞こえる？って言ったと思ったら、うん、その後ろで、ザーボーって聞こえたのよ。もしもし？あ、どうしたの今。何？今の溝と何？溝と？溝となんかしないけどって言うのよ。いやいや、しないけどじゃないよ。はあ、いや、はっきり聞こえたって後ろで。ちょっと待って、気持ち悪いこと言わないでよ。本当かよ。本当かよ。って。で、なんだあれ？うわぁ！プーって消えちゃったね。消えた。ほんで、
その後何回電話しても、はい、あの、電波の届かないところに、電波の届かないところに、もう20個も30個もかけたよ、俺。ああ。いや、いっそので行こうかなとも思ったけど、でも大概こういうパターンって すれ違いになるパターンだから、うん、だから電話来るのを待つか、こっちからかけようと思って、バッテリーが切れたって言葉は言えるけども、でも最後の、うわぁ、なんだろうなって、思って、うんうん、とにかく電話かかってくるのを待つ。かかってこなかった、結局は。はあ、それでそれから次の日だったと俺は思うんだよね。その次の日かなんかに俺んとこへやつから電話かかってきて、はい、いやー、中原さん、昨日はね、そうだ、昨日って言ったんだから次の日だよな、うんうん。昨日はね、ちょっと俺もね、肝潰したよって。おー、うん、いや、俺、わーって言っただろう。あれね、うん、俺のすぐ後ろに見たこともね、女が立ってたんだよって。ああ、立ってたんすか？立ってたんだよ。うわ。しかも、その、どう見ても俺の後ろって水面なんだよなって。ああ。水の上に、はい。女が立ってたんだよ。で、俺びっくりしちゃって、うわって言った途端にさ、俺携帯水の中に落としちゃったよって。あ、水没か。そう。ああ。ほいで結局だから、未だに沈んでると思うぜ、あれっていう。ああ、ああ、ああ。ほいで今ね、新しくね、ちょっと買ったとこなんだ、携帯。こういう喋り方する人が買ったところなんだけど、はい、いやーそれにしてもねびっくりしたなあれは。おお、やっぱりああいうところはね行かない方がいいな。もうあくまでも冷静だったけどね。うーん、そんなことね言ってた。はあ、うん、ずぶ濡れだったとかなんかそういうの聞きました。いやー聞かなかった。だけど、はい、その真っ暗なところにでも女と分かったっていう。あ、そうか、真っ暗なんですもんね。うん、あ、ザボと俺は音がした。でも本人は音を聞いてない、はい、音なんかしなかったぞって言って気持ち悪いからその場から一旦その場から逃れようとしたんだって、うん、で水場を後ろにして歩き出した途端後ろで人の気配がしたんで振り向いたと。そしたらそういうことだったらしいんだよね。ああ、その女の人なんですね、うん、沈められたとかそういうことじゃないかなと思いますけど ねなのかね。うん、だからうわーって言ったとこうお手玉しちゃったなとかって。ああ、はい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 、うん、まあそんな話でございました。このリクエストいただいてたね、これね。今は俺ほらずっと鬼の親類の家向こう行ったら向こうそこで泊まってるんだけど、はい、それまではね割と、うん、いろんなところのゲストハウスを転々としたりとか、うん、まあ俺にその沖縄はホテル泊まるよりゲストハウスの方が楽だしお得だよって教えてくれたのはカバちゃんなんだけどね、うん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 、でもそれを知る前までは俺ずっと読谷村のトリーステーションのところにあるロイヤルホテルっていう、はい、うん、ピンク色のピンク色の、うん、パッと見ちょっといかがしい感じがするんだけど、うん、でも全然そうじゃない。本当に綺麗なホテルなんだけど、うん、はい、そう重役にしてた。はい、そこの2階に自販機がわーっと並んでて、その自販機の反対側のところに、うん、洗濯機と乾燥機が並んでるとか、はい、これコインでも何でもなく自由に使える。おお、自由に、うん、いいですねとこなんだけど、はい、これ全部英語表記だから、うん、アメリカの機械なんだよ、うんうんうん、だから割と最初はみんな大変だと思うんだけど、うん、でも覚えちゃえば楽な機械なんだよね。パワフルだし、はい、で、ある日俺がそこへずっと泊まってて、あ、洗濯物が溜まってたらやべ、洗濯しに行こうと思って、うん、たまたますごい曇りだったし、もう外はいいやと思ったので、洗濯物はと思って洗いに行ったらさ、はい、で、洗って、洗い終わって乾燥機に入れて、これ乾燥結構かかるじゃない、うん、何分だったかなと思って時間見てみたら3時間ってなってるから、うん、あ、じゃあ3時間後にまた降りてこようと思って一回部屋戻って、はい、で部屋出たところに喫煙所があるからそこでタバコ吸ってると下でもってビーっていうブザーの音が聞こえたのよ、うんうんうん、だからあ、終わったと思ってタバコ消してカゴ持って取りに行ったさ、はい、で部屋まで持ってきてベッドが2つあるうち使ってない方のベッドの上にバーンってぶんまいたんだよ、その、持ってきたの。畳もうと思って。はい。それで、全部その靴下なんかも、2個ずつ合わせていく。シャツピッピッピッとして、きちきちとこう折っていく。全部をこう折りまとめたので、ベッドの上に置いとくの嫌だから、書店、俺が決めてる書店の位置に戻そうと思って、パッとそれを持ち上げた時に、ほろっとなんか落ちたんだよ。黒っぽいのがね。はい。お、なんだと思って、それとりあえず置いて、なんだこれと思って拾い上げてみたら、片っぽだけの真っ黒の男性用のソックスだったんだよね。うんうんうん、でもそれが、もういろんな
が擦れて傷んでて毛玉だらけで、冬物なんだよ。ほう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 。いや、沖縄にで冬物のソックスっていう観念ってなくねえかと思って、こんなん誰んだからって、多分これ乾燥機の中に入ってたんだろう。いや、待てよ、俺そういうのが嫌だからと思って、俺、すっごい俺確認するから、あんなにくまなく確認したんだけどな、こんなもんなかったけどな、と思ってたのよ。まあいいや、後で、フロントにでもね、届けといてやろうと思って、そこ、とりあえず置いといたわけよ。はい。ほんで、まあ部屋にあるビールを一本飲んで、さて、ちょっと外へ出る、もうそろそろ外へ行くっつってみんな迎えに来る時間だなと思ったから、下に降りるんだからさっきの靴下持ってってやろうと思って、反対側のそのベッドの上にさっきポンと置いたんで、それをこう拾っていこうと思ったら、どこ見てもないのよ。ああ、ない。ないね。はい。こんなもの転がるもんでも、滑り落ちるもんでもないのに、どこ行ったんだ、おいと思って、もうベッドの脇からなんか見るんだけど、どう結局見つけられなかったのよ。なんかおかしいな。それにね、なんでこんなに気になるんだろうと思ったわけ。ああ、確かに。そこですね。そう。ね、たかだかその忘れ物の靴、誰かが忘れたものの靴下が俺が一緒に持ってきちゃったっていうだけの話であって。ないならいいや、になりますよね。大体もしなくした人だって、あれ、片っぽねえやって。それ一足しか持ってないなんてことありえないわけだから。だから、いや、おかしいなぁ。まあ、いいや、いいや、しょうがねえや。と思って、まあ、その日、その、みんなと出かけたさ。ご飯食べて、お酒飲んで。その間もずっと気になるんだよ。ええー。何、ファンキーさん、どうしたなんかあったって言うから。え、いやいや、なんもねえんだけどね。って言って。ええー、なんかあった顔してるよ。って言うから。いや、笑わないで聞いてよって、いや、俺もなんでそれがこんなに気になってんのかがわからないから、あえてあなたに言うんだけどね、って。実はこれこれこんなことあって、この靴下が見当たらないのって。え、それだけ、え、なんでそれがそんな気になるわけって言われるよね。はい。で、そうなんだよ。そうなんだよって。まさにその通りで、なんで俺はそんなに気になるのかなっていうふうに思ってんだけどねって。もう、いさいさ、もうそんなのもうほっとけばいいよ。って言われて、結局その後カラオケやって、夜遅くなって帰ってきた。次の日はみんな仕事だから、で、俺は何も、ね、そう滞在しててやることないじゃない。だから、その海行って、また写真撮りに行こうと思って、いつもの浜辺、米軍が要はその上陸してきたっていう浜辺なんだけど、はい、そこへこう行ってみた。潮の満ち引きなんかさ、そのわざわざネットで調べて行ったりはしないから、たまたま行った時が満ちてる。あ今日は弾いてたって、こんな感じなんだよね。はい。ただその時に、その行ってみたら、ザーって弾いてたのさ。で、そこの浜って、潮が引いてるとね、こう、まあ、砂浜があって、その砂浜の、ちょっとこう、端の、外れたところが岩場になってて、その岩場行くと、いきなりボーンと深くなってるような感じの浜なんだけど、その岩の上をずっと歩いていくと、その左側のところにちょっとこうずっと張り出した岩、まあ丘という岸があって、それをぐるーっと回って、隣の砂浜に行けるのさ。おー、なるほど。そこもプライベートビーチみたいに誰も来ないところなんだけど、はい、唯一そこではね、なぜかわかんないけど、シャコガイの貝殻が拾えるのよ。あー、いいですね。欲しいですね。それで、その、またシャコガイ取りに行こう、拾いに行ってみようと思って、それを岩伝いにずっと歩いていったら、もうちょっとで、その岩の向こう側に出るよっていうところで、ひょいっとこう、よいしょ、よいしょって言いながら、岩のところをこう、伝って、こう、ひょいっと見たら、アダンの木ってあるんだよね。アダンの実ってよくパイナップルと間違い人がいるんだけど、黄色いこう、ボコボコボコっとした実が、こう、ブランとできるんだけどね。そのアダンの木が、その岩の向こう側にすぐにこうあるのは知ってるのさ、その木のあたりの下のところから、ふっと、あの、男の人の足が見えたわけ。はあ、足。足が、はあ。で、その足がどういうふうにその男の人の足だったかっていうと、仰向けになった形で、もう日差し半端ないから、その日差しから逃れるために、アダンの木の影に、こう、入ってこう休んでるって感じの
に見えたわけで。寝転がってる感じ。寝転がってる感じで。はいはい。それで、あ、何もあんなところでね、うん、地元の人は絶対そんなことしない。ハブだって言うし。ああ、そっか。うん。そんなこと絶対しないのになと思って、多分観光客かなんかかもしれない。あっちで一言危ないよって教えてやんないとなと思いながら、向こうへ出てひょいってみたら、誰もいないのよ。うわぁ、そうなんですか。誰もいないのよ。で、いないって分かった途端に、あ、そういえばって思い出したの。そういえば、俺、わっと見たときに、なんで男の人って分かったかっていうと、はい、片っぽだけ靴下履いてたからなんでね。片方だけ。そう。で、片方履いてない方の足のすね毛が見えたわけよ。ああ、はい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 。でも、あれって考えてみたら、普通のジーンズとかじゃなくて、はい。軍パンだったかもって思ったんでね。軍パンですか。うんうん、ああ。それが、ごめんなさい。本当に俺、これは、申し訳ない。こんな間違いはしちゃいけないと思うんだけども、日本のものなのか、米軍のものなのか分かんないんだよね。その時はっきりは見分けつかないんだよ。うん、カモフラかなんかになってれば、うん、ね、分かるんだけど、それはなかったような気がするんだよね。オリーブ色だった気がするんだよね。そこね、日陰やったんでしょ？そう。だから、あの、明順の暗順のみたいなことで。そうなんですね。明るいとこからバッて見たら、あんまわからないですよね。そうそうそう。はぁ、靴下、そうだよ、考えてみたら、靴も履かないで靴下だけになって寝るやついないもんね。いないですね。ね、だからそこで、その片っぽの靴下っていうのが、まあ、バシッとこう、ピーツがはまっちゃったわけだけどね。うん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 。なんか、不気味な現れ方ですね。そうなんだよ。え、なんで、俺の洗濯物の中に現れてきたんかなっていう。ねえ。うん。実際に死体があったわけじゃなくて、幽霊なんですよね。そうね。で、俺ね、その日、ホテル帰ってきて、はい。その前提があるもんだから、俺フロント行って、うん、フロントにいつも顔なじみのおじさんがいたから、うんうん、あのね、ちょっとお願いしていいですかね。おい、明日、掃除入ってくれますよね。うん、もちろん。その時に、ちょっと探してほしいものがあるんですよ。お黒い靴下が、片っぽだけ、うん、俺5分に行ったら、片っぽだけ俺なくしちゃってるので、うん、汚い靴下なんだけどね、つって。うん、だからそれちょっと思い入れのある靴下のもんだから、どちょっと探してほしいんだよね。あ、わかりました、言っておきます。って言って。はい。じーっと、あの、ベッドのこんな隙間までも、じーっと掃除してくれるとこなんで、うんうん、だから、ありませんでしたよ、って言われて。やっぱりないんですか。だって、その死体を見つけてほしいっていうメッセージでもないんでしょ？違うね。でも、もしかすると、あそこって砂ちょっと掘ったら出てきたのかなって気がするね、これは。ああ、まあ、それはありえますね。いや、謎ですね。ね。そんな話でございました。ものの言い方とか、うん、まあそれは言う側がいれば受け取る側もいるわけでね、はい、その言葉っていうのはさ、うん、なんでそこをそういうふうに言っちゃうかなとか、逆になんでそういうふうに受け取るかなとか、うん、これなんか人間じゃない、これがさ、はいはい、他人だから言えることを、他人だから言えないこと、親族だから言えること言えないことってあると思うんだよな。はい、ありますね。うん、俺が小さい頃にうちの両親が夫婦別れしてたっていうこともあるし、うん、ある程度になってまた俺が親父とこう一気するようになってから、もうその時にはもう久しぶりに会って、お父さん会いたかったよっていう年でももうなかったから、うん、うん、どうもあのご無沙汰してましたっていう、なんか変な他人行儀が、はい、はい、ところになっちゃったりするじゃない。はい。やっぱりその、うちの親父自身も、すごくその、生き方が下手な人で、うん、すごく不器用な人で、上手になんか物事を立ち回って、自分の立場をこう、優位にするっていうことは一切できない人だから、だからその人生の中でいろんな不器用さがね、災いしていろんなことが起きたりしたんだと思うんだわ、多分ね、うちの親父もね。はい、うん、それは俺もそうなんだよ、それは。うん、俺のね、北海道の時代からの友達がいて、俺学校も何も違うんだけどね。だけど、北海道にいた時によく車つながりで一緒に遊んだ男で。はい。今はこっちに、そいつもう住んでる。長いんだよ。下手すると、俺より早くこっち来てたんじゃないかな。昭和の時代にもこっちにいたんだと思うんだよね。へー。まあこっちでいろんなその不動産の仕事だとかなんかをしててさ、うん、そこそこ儲けてる男だわ。うん、
ところがこの男ね、すごい奔放なところがあって、一切今日行っていいっていう連絡をよこさないで来る。そうなの。うん。突撃。こっちの都合を全く考えないっていうところがあるのよ。いいじゃん、別に。って言うんだ。いや、行って都合悪いなら俺帰るだけなんだから、いいじゃん、別に。来たって。ああ、なるほど。都合悪いと帰ることもある、ね。そう。なるほど、なるほど。だから都合悪いって、ああ、分かった、またなって言って帰ってくるのよ。うん。でも迷惑だよ。まあ、すっきり言うけど。うん。それで、この男はね、突然やっぱり来たんだ。はい、ある日ね。お前、なあ、頼むからお前連絡一本くれや、と。だから言ってでしょ、だからいつも。な、俺が来て、迷惑だったら俺は帰るから。迷惑か帰るかって言うから。可愛くねえな、お前相変わらず。帰れよ、早く。入れて、そしたらなんか紙袋持っててさ。あ、なんかお前いいんですぞ、それ。そらべ、そうだべ、お前。今日はな、焼き鳥買ってたから、これ朝までちょっと飲むべ。お前ちょっと付き合ってくれ。って言うのよ。うんうん、いいよって言って、ガサッと出したらさ。はい。なんていうの昔ながらのさ、プラスチックのパリパリっていうパックじゃないんだよ。紙で包まってんだよね。紙で。ああ、いいですね。紙のやつ。そう。ああ。でもこう開いていったらさ、んと思ったの俺。うん。全部同じなんだよな。おお、出た。何本買ってたのお前これ。おお、四五十本あんじゃねえかっていうの。ああ、そんなに。お前これもしかして全部ボンボチじゃねえって。うん。ボンジリだよね。ボンジリとも言うし。はいはい。北海道なんかであれボンボチって言うんだよ、あれ。ボンボチじゃねえって言ったら、そうだ、お前。これやったら他いらねえべや、お前。なしよ、そんなこと言うの。これやったらいらないんだよ、何。前で言ったら初だな。こうやって。まあ、うまいけどな、って言う、うん。いや、ここのはな、とにかくうまいな。粗塩だけで焼いてもらってきたんだから。それが、まだあったかいもん。食え。俺ビール出しちゃって、はい、食べ始めてうまいんだそれが、甘みがあってね、うんうんうん、でそれ食べながらさビール飲んでやったり取ったり、もう行儀悪い男だからね、うん、床座るんだってこうやって座るんだから、こうやって座って、お前マレーシアの人じゃないんだからさ、普通にそれあぐらかくなりすりゃいいじゃないかな、お前こんななってお前、うん、うるさいねお前。親みたいに。いいやねえか。どうやって食ったって。他に誰もいねえんだから。うん、まあ、そりゃそうだなと思って。うんうん、酒飲みながら食べてたさ。はい。だからそれこじっと見ながら、これな、俺、いろいろ思い出あんだ、このボンボチは。っていうのよ。そうなんか。いや、俺は悪いけど、そんなに昔からじゃねえんだよ、俺、これ。って言ったの。うん。うん、昔なんかな。なんだったかなあれ、なんかのテレビでやってたのを見て、へえ、そんなところうまいのかって俺思ってたんだよなって言ったの。うん、そしたら、お前からあれだぞ、これ前に教えてもらって、これ食べるようになったんぞ、俺。つったら、そうか、へえ、かわいそうに、お前。これうまいべ、うまいけどな、こんなものな、でもな、昔はこれ捨てるもんだったんだ、これ。っていうの。うん、へえ、って聞いてたら、うんうん、俺んちはね、本当に蝶がつくほどの土貧乏でね、昔俺は海の方だからな、北海道のな、海近い方の生まれ育ちだから。うちの親父ずっと漁師だったんだけども、海で大怪我して足ダメにして、それからうちも海で働けなくなっちゃったもんだから、そこらで働いていくんだけど、やっぱり稼ぎが全然なくて、うん、片足ほとんど効かないんだからね、いくらにもならないでしょ、はい、だたまに親父が農家からもらってくるんだ、これ。うん。したからうちら子供が火を起こしてよ。で、これ焼いて食ったもんなんだ。言ってこうしみじみとしてんだよ。うん。と思って、こいつも苦労したんだなと思ったさ、俺ね。はい。そしたらやっぱりお袋さんが今度は働かなくちゃいけないじゃない。うん。ねえ、やっぱりそれまで働いてなかった人がさ、外に出るってのは大変なことだよね。うん、そうですね。そうならば今度家の中でもってごたごたするし、うん。そんなことがあって、まあ、結局そのお袋さんが家出れちゃったんだって。うん。そのすぐ後に、まあ、ある駅があるんだよ。江差線っていうさ。うんうん。江差線のある駅で、その待合室で倒れてね、脳一血でもっとそのまま死んじゃったのと。ああ。じゃあ、あれか、兄弟、お前兄貴になるな。つったら、おう、兄貴な。兄貴去年死んだんだ。っていうのよ。うん。おう、何しよう。って言ったら、いや、不思議なことってのはあるもんね。その、うちの兄貴もな、お袋が死んだ、全く同じ駅で、うん、同じ待ち合いで、うん、同じ脳一血で死んだのよ。全部同じ。うん。はあ、なんだかな、その駅だって、最寄りの駅じゃないんだぞって、はあ。なんでそこにいたかわからんのよって。だけど、
不思議なことに、その無人駅だからね。うん。その待ち合いで倒れてるの見つかったんだって。はぁ。うん。親父も一人だし、俺も片肘張ってないで、一回腹割って電話でもしてみるかなって言ってたの。うん。それからね、10日ぐらいしてからだわ。はい。また奴から電話かかって。うん。珍しいな、お前。電話よこして、これから来るかって言ったら、うん、いや、今日はいい。うん。いいんだ。いいんだけどな。なんか俺一応報告しとこうかなと思ってよ。何したのよって言ったら、この間ほら、俺焼き鳥持って行ったべ、そっち。なんだか知んねえけど、親父の話したり、お袋の話したり、久々、俺、あの日。あの日な、親父死んでたわ、っていうの。ええー、え？って言ったの。まあ、あの直後ってわけにもいかなくて、その後から俺、何日か後に電話入れたんだけどな。電話出なくて。で、親戚の家へ電話したんだ、俺。そら、おめえどこにいるの今って、親戚の親父に怒鳴られて。はあ、なんでお前に怒鳴らないになんねえんだ、こら、って俺言ったんだよって。はい。お前、そういうとこでね、親父死んだぞって言われてさ。うん。ああ、参ったやーって。うん。だからちょうどだから、俺たちが親父の話をしながらね。うん。親父が大好きだったっていう、その、ぼんぼち食べてる時に言ってたんだね。ああ、うん、そうなんですね。うん、ねえ、なんでも、偶然ってのはないとは言うけども。うんうんうん。その時、自然に親父さんの話になったのが、供養になったというかね。うんうん、だなんでかわからないけど、普段から俺だってボンボチばっかり食ってるわけじゃねえんだぞって。へぇ、なんか知らんけどな、あの日はボンボチ食いたくなって、うん、しかもお前と食わなきゃと思ったもんな、俺なって。へぇ、ああ、なんか、全部が繋がりますね。ね、そうなんだよ。だ偶然はないんだよ。必然です、そう全部。もしかしたらもない。だから今を大事に踏みしめながら生きていかんとね。そうですね。本当だよ。うん。うん、あ、ボンボチ食いたいな。ねえ。やーべえ。で、多分これからボンジリ食べるとこの話、ふわっと思い出しますね。ね、うん、うん。思い出してください。うん。